金バイト光る絶縁またまたなんでなんであの形みたいな普通のメガネもあのかけてみようかなと思ってて、今メガネはもう一種類ぐらい買おうかなと思ってる。目が悪くなって目がピントが合わないんだよね、このメガネでも。だいぶ目悪くなったよ。新しくメガネ変えないとコメントが読めねえんだわ。カラオケでいろいろあったの。酔っ払いだな、マジで。簡単に絶縁するからな、あいつら。カラオケで展開がもう悲しすぎる。いや、俺は正直キャスバーで解散すべきだったと思ってたけどね。展開的には。あの、配信の見切りは間違えたと思ってる。寿司屋はちょっと具だったかなと思う。でも自分の放送じゃないから。やっぱ自分の放送だと好きかって言えるけど。今回のは誰でも怒る。なんでそうなったの今回は。毎回だけど。金梅さんがやらかしたんでしょ、なんか。え？金梅さんとあの女性がホテル行ってんの？いや、それはないだろう。後輩の女寝とるとかないだろう。マジで言ってんの？後輩の女寝とるとかダサすぎるでしょ。ダッサ、金映えダッサ、ないわ。え、ホテル行ったの本当に。いや、それヒカルくんかわいそうでしょ。どっからどう見てもあの子はヒカルくんの女なわけじゃん。いや、ないわ。女もないし金映えさんもないわ。だから嫌なんだよ。それは ないわ。それはヒカルくんに同情するわ。もしそれが本当ならね、そういうシチュエーションなら俺はヒカル君を全面支持するわ。人の女にちょっかい出すのは絶対ないわ。結構可愛い子だったけどね。すぐやらせてくれそうな子だったね。ソファーで対面して抱き合ってイチャイチャ。それでもないわ。それはないわ。やりまん嫌いだかんな俺。どんなに可愛くてもやりまんは無理。どんなに可愛くてもやりまんで引く。まあ、正直めちゃめちゃ可愛かったけどないですね。それヒカルくんブチギレてぶん殴っていいレベルでしょもう。ヒカル君ブチギレてぶん殴ってもいいレベルでしょそれは。それがまあ配信的なのかどうかにもよるけどな。配信沸かせようとして明らかにカメラ目線でやってたら許されるけど、カメラが回ってないところでそれ裏でやってたらブチギレるね。殴りたいけどまあいいやって大人の対応。うん、女にだらしねえのはなかっこ悪いよな。そんな中学生じゃねえんだからさ。あー、しらけた感じだ。我慢したんだ。光くん大人だよ。でも見てる人は見てるから大丈夫だよ。
そういうのを見てるからリスナーさんは。でもヒカルくんはたまりにたまってるからね、もうパコりたくてしょうがない成獣だからさ。いいんじゃない。お疲れっす。ニクさんお疲れ。自分の女にそんなことされたらすげえキレるけどね。まあ別に俺の女じゃないし、俺関係ねえもん。自分の枠に花火が来るように、いやそういうのはあんまないよ金梅さん。正直なんか花火を横取りしようとかそういうなんか金に困ってる感じはない。アイテム恋とかはない。うん、棒読み、うん、だから枠開いても閲覧少なかったのか。謎が解けたわ。なんか引き継ぎしたのに遅いなとか思って、こんなに時間かかってねえぞ。いいよ、俺は家でまったりなんかこう雑談好きな人と会話してるよ。それが一番いい。ステコロお疲れ様です。ありがとうございます。負けちゃいました悔しいな。なんでコメントしなかったの？コメント全然してよ。おはようチャリース。今起きたの？今革製品にオイル塗ってるからさ、手が油ぎっしょだよ。オイルなじませないと革製品はすぐ割れちゃうんだよね。カピカピになる。最低でも1ヶ月に1回はメンテしないと。インクオイルも買わないと。
ジャンルとかミュージシャン、僕はですね、お金持ちさんいらっしゃい。パンクがすごい人生でしっくりきた音楽なんですよ。なんかこう、パンクっていうかね、正直言うと後期の黒夢を初めて聞いたのね。これ笑い話なんだけど、ゆずとかが流行ってたんですよ。で、ゆずの少年っていう曲があって、いくら背伸びをしてみても、相変わらず地球はじっくり回ってるっていう、少年っていう曲があったんですよ。で、当時、小学生だか中学生だった僕は、周りの友達がみんな少年聴いてたんで、少年の CD 借りてきてツタヤでって、言って。で、母親が借りてきたのは、黒夢の少年だったんですよ。そうかすかにドアが開いたっていう。で、俺はそういう激しいジャンルの音楽とか聞いたことなかったから、黒夢にハマったんですよ。コークスクリューっていうアルバムだったんだけど、ジャケットもすごいかっこよくて。で、その、後々気づいたら、その、清春がパンク好きだったんだよね。その、コークスクリューってアルバム、ちょっとパンクとかスカの要素が入ってて。で、中学生ぐらいになって、初めて買った洋楽のアルバムっていうのはグリーンデーだったんですよ。メロコアとかパンクとかが好きですね、僕は。世代的にも、メロコアパンクブームだったしね。いや、人の女に手出すのは良くないよ。あれは明らかにヒカルくんが唾つけてる女なわけだ。で、要は、すぐやらせてくれる女の子なんだよ。で、ヒカルくんはもう楽しみにしてたわけじゃん。その先輩に寝取られるっていうかさ、先輩に持ってかれるのは嫌でしょ。あれは嫌だよ。あれは嫌だよ。俺でもちょっと気分嫌だもん。だから俺も気使って帰ったわけじゃん。可愛いし、おっぱいでかいわけじゃん。誰とでも、要は商売にしてる人だと思うよ。俺はだからそうなるの分かってたっていうか、なんか 5P になりそうな気がしたから撤退したの。要はなんか揉めそうっていうよりも 5P になりそう、本当に 5P やりそうだなと思って帰ってきたの。本音を言うと。俺そういうの嫌いだから。別に女の子がいいんだったらいいかもしんないけど、なんか嫌じゃん、そういうのって。ヒカルくんはあの子とすっぽりやりたかったわけだし。そういうの、女で揉めるのが一番くだらねえと思ってて。子供じゃないんだから。そう。だから俺は身を引いたっていうか、さっぱり、もうすぐ撤退したね。だからその場にいたらどうしますかじゃなくて、もう事前に予防策を引いてるんだよ。大人として。要は、ヒカルくんよろしくやれよっていうことでしょ。ヒカルくんよかったねって。俺はああいう女の人は別にありだとは思うけど、ああいう女の人、女の人を決めるのは俺基本的嫌なの。だから、要は誰とでも寝るし、股の緩い女なんでしょ？すぐ股を開く女なんだよ。で、もうそれを責めてもしょうがないから、その場にいる男が空気読まないとダメなんだよ。で、先にヒカルくんが、唾つけてるわけだから、もうほっといてあげなよって感じはしたけどね。でもいいんじゃん。そういう女と付き合ってても、ね、いい男っていうか、でかいことできる男にならないと思うよ。そう思わない？でっけえことやろうと思ってるのがさ、そんな、その辺にいるさ、股の、すぐ誰にでも股開く女ってさ、やって、小せえよ。ヒカルくんが大人だと思うよ、俺は。ヒカルくんが、あ、もうしらけますわ、つって。ってことでしょ？いや、そりゃそうでしょ？そんな先輩に、そんな、友情よりも性欲取ったわけじゃん。友情より性欲取られたら、それは泣くでしょ？くだらないでしょ？そりゃそうでしょ？くだらないっすねって感じでしょ？ヒカルくんからしたら。だってヒカルくんがどれだけ金梅さんのことさ、ヒカルくんがどれだけ金梅さんのことをしちゃってると思ってんのよ。
それはみんな知ってるわけじゃん。くだらねえよ。小せえ。くだらねえし、小せえ。中学生じゃねえんだから。くだらなすぎるよ、もう。だから俺がガツンと金梅さんに言おうか。ガツンと金梅さんに言おうか。もう、友情よりも性欲を優先するんすかって、友情より性欲を優先するとかもないでしょ、全然。まあ大丈夫でしょ、仲いいんだから。ほっとけ。いくら配信上のことでも限度ある。まあその配信見てねえかんな俺。でもまあなんだろうな、なんだろうな、なんだろうね、なんだろうね。なんだかわかんねえよ、もう。なんだかよくわかんねえけど、格好悪すぎるよね、ちょっと。グリーンでいいよね。日本で好きなミュージシャン。日本で好きなミュージシャン。マキシマムザホルモンとか、ライズとか。あと誰だろう。日本で好きなミュージシャン。なんかシムってバンドとかかっこいいなとか思ったりしましたけど、別にヘビーで聞いてないけど、あんまっていうか音楽聞かなくなりましたね。ブラフマンとか好きだったかな。シャマ様お疲れ様。ヒカルかわいそうだよ。ワドンさん今からなんとかしてよ。いやまあかわいそうだと思うよ。だけどなんだろう、もうそういう女なのはもう目に見えてたじゃん、そういう女の子でしょ。で要は 5P OK な子なわけじゃん。誰、要は、なんだろう。いや、金梅さんが悪いでしょ。誰がどう見ても金梅さんが悪いでしょ。いや、やりたかったんだよ。もうとにかく。やりたかったんだよ。もう話が全部小さい。話が小さすぎる。まあ、可愛くておっぱいがでかければいいのかって話になってくるでしょ。金梅さんももうね、ネタに走る人なんだから。まあまあね、友情を失うっつうか、もう明らかにヒカルくんが唾つけてる女に手出すのは良くないよ。かっこ悪いよ。いや、女が悪いって話をするのも違うと思ってんの。要は、股の緩い女で頭の悪い女でしょ？それを責めてもしょうがないわけよ。友情、俺は友情の方が大事だと思ってるから。ってことは、先に帰るんだよ。荒野も金梅さんも俺も。だから俺すぐ帰ったじゃん。やらせてあげろよ。そうそうそう。いや、友情戻ると思うよ、俺も。思うよ。でもそんなね、配信会の女の子責めたって別にあの子何にもわかんないんだから。そうそうそう。だって、すぐやらせてくれそうな子だったじゃん。風船ありがとう、鍋さん。和道さんのアンチコメの意味がわからなかったです。いいんじゃん、ほっといて。俺の放送を見ない人なんでしょ。応援してくれる人だけ全然見てくれたら俺はそれでいいから。風船ラッシュありがとう。いや、俺 5P とか嫌だもん。めんどくせえから速攻帰ってきたよ。あれ絶対 5P やろうっつったらやってたよ。絶対やってた。俺が言うんだから間違いない。ななみんハート5個ありがとう。黒雪いらっしゃい。別にそれを否定してるわけじゃないよ。別にいいじゃん。なん、地元にいなかった？すぐやらせてくれるお姉さん。なんかみんなの中学生とか高校生の筆下ろしをさせてくれるお姉さんいたでしょ。そういうタイプなんだって。
あ、俺はそういう下品な行為つうか、なんかあんま好きじゃない。別に女に困ってないから、うん、悪いけど女に困ってないから、うん、俺はもっと知的な女の人が好きなのね。品があって、ソロの方が、まあそれはタイプの問題だと思うよ。もともとそのピンで雑談やってきたキャラクターだから、金馬さんが雑談キャラじゃないじゃん。光くんも、光くんはまあ雑談もこなすけど、こうや金馬光は雑談キャラじゃないから、だからそのなんだろう、そこはそれはそれであるんだと思う。風船ありがとう、ケープン。5P とか、俺 3P とかやったことあるよ。でも嫌なんだよ。なんかそのセックスはスポーツだみたいなのが嫌なの。苦手なんですよ。ただ苦手なだけ。別にしたいと思わない。あー、まあまあそういう意見もあっても叱るべきだと思うけど、そういう意見もあるだろうね。うん、おかえり。うん、ただいまゴンゾ、いらっしゃい。あ、いいよいいよ、見た、普通に楽しもう。アンチの豚どもは掃除しましょう。全然だから俺の枠にアンチコメないから、全然俺はいいけど、俺は全然いいよ。このソファー2000円だったかな、中古で2000円で買った。じゃあじゃあ、あのミンクオイルだね。油でベトベトになったからブロックしてるよ。だそりゃそうでしょ。配信で飯食っててさ、アイテムも投げない、放送の邪魔はする、俺のこと好きでもない、いる意味ないじゃん。俺これで飯食ってんだよ。俺のこと応援する人とフォローする人とアイテムくれる人だけでいいよいらないよ俺、閲覧に困ってないし。そうだよ、まあ、まあいいんじゃん別にアンチコメ、俺の耳には届かない。あ、いや女の子がみんなだと思ってないよ、大丈夫だよ。中古で2000円で買ったねこのソファー。そうだね。でも他枠見てて、あ、明らかにこいつ俺の放送では囲ってるけど、あの他の放送で俺の悪口言ってるやつは速攻ブロック入れてるから、ツイキャスよりもアダルトかもしんないふわっちは。まあどっからどう見てもやりまんでしょ、女子はあれで一括りにしてないよ全然。あ、いちごさんどうも。うん、いやこれはね高いソファーじゃないよ、あの合成だから本革じゃないから、どれくらいだろうな、4万ぐらいかな多分新品で買ったら、4万か5万か、うん、そんなに高くないと思う。いや荒野の枠でアンチコメ打ってた人全員だから、下画面見ながらポチポチやったじゃん、全員ブロックだよそんなの、当たり前じゃん。目障りなやつは消すよ、別に他枠で何言われようが俺には関係ないから、俺の放送見れなくはしてるよちゃんと。ヒロさん風船ありがとう。和道さんとテレジャンピンが話してた時、テレジャンピンが泣きそうになってたって言ってたよなんで。あ、でも俺はあいつとは絆ができたと思ってて、もうな、もともと仲良かったけど、俺今でも
紫色なんだよ足が、裏がすげえ足痛いんだけど、あいつはなんかリングの上でもう全部なんつうんだろう語り合ったから、いやこれは中古で2000円だったのこのソファ、ちょっと泣きそうになるよね、わかる。俺は本当にこれ本音なんだけど、どっちかが倒れるまでずっと永遠とラウンドやりたかったね。もうどっちかゲロ吐いてても参ったっていう言うでも何でもいいけど、もう本当にどっちかが弱音吐くまでやりたかったよね。ほんとそんなゴング鳴った瞬間、終わりのね、終わりのゴング鳴った瞬間、まだやらせろよって感じはあったね。初見さんいらっしゃい、すごいまだまだこいつとやりたいっていうか、白黒つけてみたいなのがあった。まああれは俺の負けだよ。初見さんありがとう、フォローよろしく。バキのサムネ渋いね。しかもあれだね、バキ道のサムネだね。バキ道のバキだね。目の描き方が変わったんだよね、板垣。デフォルメがすごい強くなった。俺はね、なんだろう、ハンマーバキぐらいの絵が好きだったけどね、絵のタッチはハンマーバキのバキが好きだった。バキ道でだいぶデフォルメ進んじゃって。お疲れっす、どうもどうも、みほ、まほちゃん、まぼか、まぼありがとう。俺はテルとは、テルと俺は仲間だと思ってるね。本当に。俺はテルに何かあったら動けるようにしたいなと思ってる。ふわっち化けてないよ、全然。あ、ふわっち来てから化けたかな。捨て頃で化けたわけじゃない。化けたっつっても、でもあれだよ、俺ニコ生やってた時立ち見 A ぐらいだったから、同時閲覧500ぐらいはあったんだよ。再評価されたって感じかな、いろんなリスナーさんに。なんかあれって思ってたのと違うんだけどみたいに、なんか丸くなったねってすごい言われるけど、あんまり変わった気はしないんだけどな。自分で何か変わったとは思ってない。ジンギスカンは立ち見もっと出てるでしょ、 B ぐらいだと思うけど、同時閲覧500ぐらい、立ち見 A は同時閲覧500。だ今87でしょ、今まったり落ち着いてできてて、だから今のうなちゃんマンぐらいじゃん、441人だから、まあ、今のニコ生だったら難しいだろうね。うん、また来てマボー、ありがとう、フォロー今後ともよろしく。
生ポンも抜けたっていう話です。これだ、これから。そうだね、俺は配信で億万長者になりたいと思ってて、結構笑われちゃうんだけど、本気でそれを思ってるんだよね。配信で多く稼ぐっていうのが今の夢かな、配信で生活するっていう夢は叶えたから、次のステージ行きたいね。ガンガン稼ぎたい。で、配信に貢献していきたいよね。配信には夢があるっていうか、配信には全部あるぞって。富も名声も地位も名誉も全て手に入れられるぞっていう、そういう世界を作りたいと思ってる。配信でいろんなもん拾っていきたいね。いや、怖かったよ、怖かったよ。やっぱりその人間って慣れってあるし、生活の保障があったわけじゃん。あのね、ナマポ抜けるのはそうでもなかったけど、仕事辞めるときにすごい怖かった。月6万か7万もらってたから、でプラス配信の収入があったわけでしょ。で、俺、そのバイト辞めてやってけんのかなっていう怖さみたいのすげえあって、でも辞めてよかったと思ってる。今、3ヶ月前、4ヶ月前ぐらいだけど、勇気出してよかったなと思ってるよ。じゃないとやっぱり配信時間も短かったろうし、今すべて配信のことだけ考えて生きてるから、仕事行かなきゃとか、やっぱりさ、昼休憩とかで便所太郎さんが枠沸かしてたりすると悔しいんだよね。花火もらってたりすると悔しいんだよ。俺がもしこの時間やってたらこれだけ稼げてたんじゃないのかとか、すごい葛藤があったのね。で、やっぱり家賃払えるかなとか、ホームレスになったらどうしようとか、いろんな悩みがあって、でもやっぱ勇気出して行動する時っていうのは全部正解なんだよね。いつも捨て頃も怖くて怖くてしょうがなかったけど、出てよかったと思ってるし、無駄じゃなかったよ。全部は無駄なことなんか一つもなかった。勇気出さないといけないときは勇気出すようにしてる。怖くても逃げない、結果は絶対後からついてくるから。戦わなくなったら終わりかなとは思ってるけどね。何か新しいことをやらないとっていうときに、戦わなくなったり臆病になったら俺は自分で終わりだと思ってる。どうなんだろう。俺は便所さんは一皮むけたと思ってて、本当に。っていうか自分の一番才能のあるプロモーターっていう役割に気づいたっていうところはでかくて、その配信者としてのトッププレイヤーなんだけど、本当の本当の超一流かっつったら一流止まりだと思ってんの、俺は。ただプロモーションとしてあの興行を成功させたっていうのは、他の配信者にできないことなんだよ。人脈を持ってて信頼されてて、便所さんじゃないとあれだけ人集まらなかったんだよね。だから俺はそれがすごいと思った。な、あの瞬間に超一流になったと思ってる。捨て頃を成功させて、配信者としても一皮むけた。二皮も一皮もむけて、自分のポジションを確立したと思ってるんだよ。俺、便所さんじゃないとできなかったと思うよ、捨て頃。そこはすごい尊敬してるかな。なんかその祭り事を作っちゃったっつうか。俺はね、和道フェスっていうか、実はね、自分が大手になったらやりたいことがあって、すごい中堅過疎生主向けに塾を開きたいっていうのがあるのね。勉強会とか交流会とかコラボのセッティングしたりとか、出会いの場を作りたいの。
毎週どっかで講演があってゲストに大手配信者呼んで、で塾を開いて、その配信のやり方とか機材の揃え方とか勉強会やって、最後に交流会やってっていうのをどっかで毎週開いてたいね、ゆくゆくは。バカありがとう、鍋さん。だフェスっていうよりもなんか後輩育成に携わっていきたいかな。もうちょっと実力が足りないから、まだまだもっとプレイヤーとして頑張りたいけど、うん、みどりさん生主塾は2回出てるよ俺、うん、昔俺はやってないよ、うん、そう。だからカメラアングルとかこうした方がいいとか、その煽り芸とかもうジャンルとかを詳しく解説していって、キチガイ芸でこういうことやる、でこういうことまで行くとバンになるとか、そういうのを解説していきたい。俺のせいにしてんな、うん、おはようホームラン級のバカ野郎、うん、っていうのも俺実はまだまだその配信会ってその経済的に伸びる産業だと思ってて、でそれその裏話をじゃあトイレから帰ってきたら話すよ。昔そうだね、マスクかぶって AV 女優と対談とかやってたね、うん、やってたやってた。取り巻きの業者みんな元カノじゃないよ、全然付き合ってない。じゃあ藤子が俺とパコろうとして、なんか金払うからセックスしてくれって言われたので、断ったらなんかすげえ怒っちゃったんだよ、うん、それ放送で話したらね、なんか俺全然嘘ついてないのに、やたら家に来てっつって、金払うからセックスしてって言われてやだよっつったの。チョコボールさんおはよう。最近ステッカーが売れまくっててやばいんだけど、郵送販売もしないとな。今日まとめてやろう。ステッカーが思ってたより売れててびっくりしてんだけど、ステッカー作って正解だったわ本当に。引くぜお前ら、ステッカー。
俺絶対さばけないと思ったの。絶対さばけないと思ったけど、こんな感じだよ。引かない？俺、減価償却できないと思ったの。減価償却するまで3年ぐらいかかると思ったけど、こんな感じだからね。さらに、ちょっと値段ね、ぼったくりすぎたわ。初見さんいらっしゃい、のぶさん。もしよかったらフォローしてください。よろしくお願いします。すごいよね。うん。いや、儲けたどころか、これからまだまだ売れてくるでしょ。うん。結構、郵送販売しても、まだ銀行にバンバン振り込まれてるから、送らないといけなくて。シール屋さんだよ、シール屋さん。職業何なのって聞かれたら、シール屋さんって答えていかないと。シールを売って生計立ててますって。これ、あれだろう、多分メインの収入入れ替わるぞ、これ。みんな買ってくれるんだよ。ありがたいことに。ほら、アイテム投げるのってさ、抵抗ある人っているじゃん。でも、ステッカーだったら物になるし、そういう支援の形だったらいいっていう人結構いっぱいいてさ、あ、そういう世界なんだと思って。いろんなニーズに対応していくと、すごい、やっぱ、支援していただけるよね。自分でも引いてるぐらい売れてるからね。面白いね。ネームバリューが上がれば上がるほど、金梅さんなんかシールすらいらなくなってきてるもんね。この前だってリアトツ、偶然リアトツした女の子、金梅さんだって叫んで2万円渡してたよ。すごい世界だよね。見ず知らずの女の人が自分の名前を絶叫して叫んでお金2万円くれんだよ。俺は別に半分運営に持ってかれて全然いいと思ってるけど。ああ、そりゃそうだよ。支援してくれた人がいるから俺は諦めちゃいけないんだよ。うん。継続して頑張って結果を出していかないといけないんだよ。だからたまに言われるもん。ずっと支援してた人とかに、いや、和道をこう応援しててよかったって。俺の目に狂いなかったよって。うん。まだまだ有名になってくれって言われるよ。過疎だった頃お前を支援してよかったって。俺はお前伸びると思ったからって。いや、散歩するだけで金もらえんだからやばいよね。芸能人以上でしょ。金梅さんクラスになると。あ、ツイッターフォローありがとう。ツイッターのフォロワー1000人超えたしね。ありがたいよね。脱帽。いや、まだまだ有名になりたいけど、それこそ本当のスーパースターになりたいの、俺は。本物のスーパースターになりたいんだよ。うん。本物の。街歩いたらギャーって言われるぐらいの。ギャーとまでは言わないけど、だいぶ近くなってきたけどね。おお、和道だって言ってくれるからね。うん。キャンディーマンさん、お疲れ様です。全く知らない人に名前呼ばれる快感ってあるよ。うん。あのね、半分取りすぎだと思ってるけど、実は違くて、今ね、キャンペーンやってる時だと、ふわっちの運営の素晴らしさを教えてあげる。今ね、8900円でウェブで購入すると、花火10発なんだよ。で、プラス1000円の大花火つくから、8900円のうち6000円を配信者に還元してんの。それってどうやって計算すればいいんだ ?8900 円引く6000円でしょ?引く6000円は2900円なんだよ。8900円割る2900円でいいのかな?と、取り分7割を配信者に渡してんのかな?そうすると。わかんないけど。多分取り分7割を配信者に還元してる状態。うん。ギャーってどうしたの?どうした?ギャーって何?何?どうした?え、何?何?
え、何？何？ギャーって何？え、何？え、ギャーって何？ギャーって何？え、何ギャーって。ギャーって何？どうした鍋。うん。だからま、え、怖いって何？何何何？何？コメントちゃんと打って鍋。何？何？何？怖いって何？なんだろう、キャーって言われたいって言ったから、あ、そういうことか、なんだ、うん、そういうことね、なん、うん、アスペの俺には分かんないっつってんだろ、どういうの、うん、そういうことか、ありがとう、うん、こういうところが病気なんだよ、俺は。空気を絶望的に読めない分かったでしょ、真に受けちゃう、うん、あ、そういうことね、うんうん、ここが俺の自分で話し、自分で振りをしておいて分からないっていう、うん、あ、ごめんごめん、鍋ありがとう、スーパースターっていうのは深夜庁とかのことを言ってんじゃなくて、俺はハリウッドのスーパースター、もう映画とかもう本当に札束をこうガーって数えてる、なんか仲間5、6人が部屋にいて、ベッドの上でこうやって俺が寝てて、ちょっとボルビック風呂入りてえからボルビック買ってきてっつって、ボルビックをこう浴槽に入れて、 SP が黒人のボルビックをドボドボドボってみんなで入れて、みんなでボルビック風呂に水着になって、ボルビックジャグジーに入って屋上で、でシャンパン飲みながらこうふわーってやってみたいな、うん、もう常に取り巻きが何かをやってくれる生活、うん、そういうスーパースターになりたい俺は。ボルビック風呂に入りたい。ハリウッドでマスクかぶって AV 女優さんと風呂。いや、AV 女優とかじゃない、仲間とね、本当に。そう、スタッフの匠さんとか、レクチとか、のんちゃんとか、ミュールとかと、なんか、太ってるやつ多いな。デブ多いな。まあいいや。デブとババアが多い気がしたけど、仲間うちでこうシャンパン飲みながらうわーっつって、やっぱ間違いねえなーっつって、うん、もう最高の生活をしたい、本当にザ成功って感じ。クリボーおはよう。でも大観衆の前でこう沸かせたいよね。花火ありがとう。チョコボールさん、花火ありがとう。ありがとう。なんか昔のさ、日本の俳優とかもそんな感じじゃん。もう、一軒行くと、もう豪遊とかさ、そういう感じがいい。もう、超なりきん感、ぶっ飛んだ。もうなんか店とかをさ、300万とか置いてくような話とか聞くじゃん。ああいうの憧れるんだよね。もうなんか、ないじゃん
そういう話聞かないじゃん。うん。なんかもう、バカみたいに金を使う生活がしたい。うん。狂ってるなっていうぐらい。金が欲しいとかじゃなくて、そういう遊びをしてみたい。うん。クレイジーだなっていう。金に困ってないからって言いたい、それが俺の夢。ハングル集団とは違うんだよな。ちゃんとそれに伴う配信で結果を出したいのよ。そう、ただ金持ってそれをやるんじゃなくて、そのなんかアホっぽいことをやりたい。その笑うよねっていう、なんか豪快だよねみたいなさ、うん、夢があった時代だよねみたいな、心を満たされるのかな。俺全然今でも楽しいよ、うん、だから別に貧乏な頃と変わってないよ。仲間が一番大事。六本木ヒルズで講演会してた時より自己評価高くなってますか今。あーどうだろうな。六本木ヒルズで講演会をした時の自分と今の自分、俺は正直自分の可能性っていうのをかなり信じてる方なんだよ、子供の頃から。っていうのも俺が思い描いたことで叶わなかったことが一つもないの。それよく放送でも言うんだけど、配信者としてじゃなくて、なんだろう、俺は俺をずっと人生やってきて、俺は持ってる男なの知ってるんだよ。それはね、神から与えられたとかじゃなくて、しつこいの俺。諦めないの絶対。結果が出るまで。人よりも嫌な性格してるんだよ、そういう意味では。普通の人がもうこんなバカ臭いことやめようっていうところでやめないっていうかさ。だからそれが俺の自分の武器だと思ってるから。で、それがなんだろう、自己達成とか自己実現をするパワーになってるから。だからまあ、俺はやるっつったらやるだろうね。で、あんまり変わってない。どの業界に行っても、自分がこれだっていうものを見つけたら、絶対に結果を残してきたから。で、正直、人生の中で一番携わってるっていうか、ドハマりしてることになっちゃったの。もう4年もやってるんだよ。こんなにその執着してることってなかったのね。俺はこれだと思ってるね。うん。配信で全部掴もうと思ってる。配信で全部を手に入れるっていうか、やりたいこと全部配信を通して手に入れるっていうか。っていうのも、人生の今まで培ってきた全てを失ったのは配信が原因なんだよ。だけど、今俺が手にしてる全ては配信で手にしたものなの。地位も名誉も金も女もリスナーさんも何もかも配信で手にしたの。だけど配信で全部を失ったから俺は、うん、だからすごく面白いよ配信は。だから金梅さんにこの前言われたんだけど、ヒカルくんはわからないって答えたんだけど、朝起きた瞬間に配信、回してるでしょ和道くんって。あ、僕もそうですって。で、24時間起きてるとき、もうバンとか気にしないで、常に誰かにカメラ回しててほしいでしょうって言われて、あ、全くその通りっすって。そう。だから、金梅さんと俺はそこすごい共感してて。でも、ヒカルくんはわかんないって言ったよね。だからね、俺ね、ヒカルくん引退する可能性結構あると思ってる。うん。いつか引退するなっていう感じはする。もうだから俺にはこれしかないんだよね。すがるものが。なんだろう。かけられるものっていうの。自分にとって一番になれる可能性がある場所ってこれしかないんだよ。だから俺は配信者だと思うよ、自分で。そうそうそう。生粋の配信者っていうか、うん。俺配信好きっていう気持ちは誰にも負けない自信あるもん。俺はこの世界に来て本当に良かったと思ってるし、本当に好きだよ、配信が。まあ、才能はあるかないかですって言ったらない方だとは思うけど、あんま才能とか関係ないと思ってるから、好きか嫌いかどうかだよ。
うん、だけでやってきてるから。俺は好きだよ、配信が。200年後に自分の YouTube 動画は残ってると思いますか？残るだろうね。うん、残ると思う。うん、残るけど検索されるかどうかだと思ってるから。うん、そうそう、好きこそものの上手なれとか、努力とかいう言葉は嫌いで、そういう言葉が好き、俺は。うん、そうそうそう。俺もそれ、その説がすごい好きで、なんか、イチローとかすげえ努力家だっていうやつ、俺は分かってないやつだと思ってて、要は、イチローって野球が大好きだった人だと思ってんの。好きで好きで、誰よりも好きだから、楽しくてやってたんだと思うんだよ、練習を。好きじゃないと練習なんかできないよ。人間、そのさ、嫌いなことを3年も4年も5年も10年もできないもん。パフォーマンスが良くないよ。配信で1円も稼げなくてもやる自信ありますか？違うよ、マンコさん。配信で1円を稼げなくてもやってきたから今があると思ってんの。俺は実際配信で1円も稼げなかった時期っていうのを自分の中で長かったから。キャリアの4分の3は配信で稼げなかった時期なんだよ。でしょ？食えてないんだから。今俺はようやく配信で食えるようになったのは3年間があるからだと思ってる。荒野なんか羨ましいよな。配信始めて1ヶ月でもう20万以上稼いでるんでしょ？うん。そう。だから、1円で稼げなくてもやる自信があるかじゃなくて、やってきたんだよ、俺は。その中で。その中でやってきたの、ずーっと。生活保護で耐えてるっていう言い方は変だと思うけどね。耐えてるっていうか、早く抜け出したいと思ってたから、俺は。うん。立て直すのにすげえ。ぶっちゃけみーちゃんと別れた理由聞いたら怒りますか？いや、違うよ。もうね、要は、みーちゃんはね、ヒルズ族で、もうネットワークビジネスで成功してる俺しか知らなかったから。だから、その、バリバリビジネスこなしてる俺しか知らなかったの。毎月講演会やって、いろんな経営者さんに慕われて、で、ホテルでいつも商談、週3日ぐらいホテルのラウンジでずっと商談してて、その俺が好きだったんだよ。だから、生活保護まで落ちちゃ俺に耐えられないし、配信なんかで億稼げるっていうビジョンはなかったんだよ、彼女には。まあまあ、そっぽ向いたよね、やっぱ。それはまあ、かわいそうなことしたとは思ってるけど。うん。一番辛い時に、一番何にもなくなった時に、ね、見てたから、うん、だからかわいそうだったなと思うよ、うん、一番いい時の俺と一番悪い時の俺を知ってるわけじゃん。だからまあ今見てね、配信でこうやって稼がせてもらってどう思ってるのかな彼女は、うん、わからないけど。戻ってきたわけじゃん。俺は3年かかるから耐えろって言ってたんだけどね。3年かかるからって、どんなことをやってきた時も3年後に結果は出てたから、3年耐えてくれって言ってた。うん。うん。いや、全然違う。全然違う。みーちゃんはもともと AV 女優だったの。で、俺は知らなくて、要はリスナーさんが特定をして初めて過去の作品が出てきたの。そう。全然違う。俺が裏ビデオに出すとかじゃないの。みーちゃんはもともとその昔出た作品をペラられたのっていうこと。だからもうそういう思いがあったからみーちゃんはもう配信嫌だってなったのよ、うん、違います。全然奥竿、奥竿に出たって何？ん ?0930 が分かんない。奥様、エッチな奥様っていうのを知らない俺は。
そんなのだってさ、ネット民もバカじゃないんだからさ、その DVD が発売された時期とかを知ってるわけじゃん。うん。そう。だからそれをわざと俺が、その、彼女を AV に売ったっていう風に見せたいんでしょ、アンチは。でもリスナーってそんなバカじゃないから、発売日とか全部出るわけじゃん。ネットなんだから。だからね、ネットの世界っていうのは事実が勝つんだよ。嘘ついてるかどうかなんかすぐわかるんだよ。で、リテラシーの低いっていうか、その、要はタヌキに書かれてる、2チャンネルに書かれてることを鵜呑みにする人っていうのはいるわけよ、一定層。でも、俺のリスナーには向いてない、その層は。うん、ショーカー、ハイドド。そう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 、ミコさん。古いよね。懐かしいの知ってるね。もう20年ぐらい前だよ、これ。うん、お、ゆらちゃんいらっしゃい。時期を調べたら一発でわかるよ。そんな。バカじゃないんだから、リスナーさんも。ゆうちょもいらっしゃい、ワドツ。楽しんでて、うん。みんなそんな頭悪くないよ。バカじゃないんだから。そんな嘘言ったってすぐめくれるよ。今全部記録が残る時代だから。見てて面白くないっつうか、あれはだから週刊誌とかと一緒でしょ？週刊誌って嘘ばっかり書いてるじゃん。は、その、売れたいから。要は誰々と誰々が付き合ってるとか、誰々が昔こういうことやってたとか、あら探しをする仕事だからさ。ラルクが好きなんだ。別に俺ハイドが好きでこれつけてるわけじゃないんだけどね。千葉スペシャルじゃなくて千葉スタイルね。原点ではないよ。俺が考えたコンテンツの一個ね。ねえ、ヒカルくん号泣してたね。まあね、性欲で友情壊されたらそれは泣くわ。いや、だから、あら探しに向いてるとは思うよ。インターネットって。誰かのあら探そうとか、嘘ついてるやつ。だから、あれじゃん。あれも全く同じじゃん。なんだっけ、イケメンのコメンテーター。ショーン K か。ショーン K も、要はネット民にやられたわけでしょ。もう、要はね、嘘がつけないんだよ。要は正しい時代になったんだよ。ごまかしが効かない時代になったの。いや、見てる人を裏切れなくなってきたんだよ。だんだん。リースでサイトを販売してたんだっけ？違うよ。うん。リースでサイトを販売じゃない。うん。なんでさっき荒野の枠でアンチョが湧いたのかわからないです。どうなんだろうね。俺もよくわかんないけど。うん。たくみんはどつ。めぐりん、初見さんいらっしゃい。もしよかったらフォローしてってね。鳥いるよ。文鳥っていう、釈迦って言うんだけど。釈迦って名前で。鳥いるよ。うん。どうなんだろうね。週刊誌は週刊誌だと思ってるから、俺は。おやすみ、ゆらちゃん。EC サイトで販売してたというのも嘘か。俺はそんなことしてないよ。うん。してない、してない。まあ別に 5P した気はしていいと思うけど、俺はやらないよ。だから帰ってきたんだよ。うん、文鳥釈迦？釈迦はいいよ。出しちゃうと大変だから。遊びたい遊びたいになっちゃうから。セキシンゴに似てるか。いや、綺麗な人だったと思うけどね。おっぱいもでかいし、スタイルいいし。うん、朝寝るね。そうだね。だいたいその配信でだいたい12,500円ぐらい稼いだら寝るっていう。配信で、だいたい俺が昼夜逆転してるのもあるし、長時間寝るから、26日営業日にしてるの。寝てる時間が長い人だから、睡眠障害があるのね。で、26日かける1万、26日かける、26かける、あ、ちょっと待ってね。26かける12,500円は、だいたいこれで月収30万ぐらいかな。違うな。26×12,000円かな？違うな。24営業日か。24×12,500円は、そしたら月収30万になるのよ。24営業日 ×12,500円。そしたらまあ、今の年齢で普通にサラリーマンやってるやつと同じぐらい稼いでることになるから。うん。家の中にいるよ。うん。だからまあ、花火で大体それくらい稼ぎたいなっていう目標で毎日やってるね。うん。汚らわしいこと。
初見さん、ヤミマロさん、ありがとうございます。花火ありがとう。捨て頃お疲れ様でした。頑張ったけど結果は出せなかったですね。寝る時間、起きる時間は決まってないんだ。それがストレスになるのよ、俺は。それで、その統合失調症とか出ちゃってるから。要はもう寝る時間、起きたい時に起きる、寝る時、寝たい時に寝るって決めてる。全部自分のやりたいようにした方が、だから、その、減らなくなってきたっていうか、体調がすごい、すこぶる良くなってきたから。YouTube はね、今アーカイブを残してるだけですね。昔は作品作ってたんだけど、今、記録を残してるだけですね。もうちょっとしたら、YouTuber としてやりますよ。小桜インコ2匹、オカメインコ3匹、ボタンインコ2匹飼ってる。鳥って癒されますよね。鳥が一番、ペットが死んじゃった時にペットロスになりやすいのは鳥なんだって。可愛いから。うん。あ、そうなんだ、ゆうちょむ。まあ、障害持ってる人じゃないと、辛いよね。初見さんありがとうね。もしよかったらフォローしてください。ランニング行ってら、頑張ってね。ウェブで残ってる時の一番古いやつ見る？ウェブで残ってる記録。俺が23歳の時、会社やってた時の、まだ残ってるかな？もう9年前か。9年前の動画残ってるかな？会社やってた頃のね。残ってるかな？またいいですか？ちょっと待ってください、はい、これ会社やってた時の事務所でスタッフさんが撮ったやつなんだけど、すみません、またいいですか？ちょっと待ってください、はい、ちょっとだけ。9年前だね。はい、柴さんさ、はい、生い立ちが結構面白いと思うんですけど、はい、あれ高校卒業してないんだっけ？してないですね。あ、中、はい、高校はもともと絶対行きたくないって親と言ってたんですけど、担当の先生が、担任の先生が、学校まで行って、自分の届け出してくれて、俺は行かないといけないなと思って行ったんですけど、1年で諦めちゃいました。やっぱ違う。意外と中卒の人がうち来ること多いんですよ。なんでか。なんか、まあこんな感じで、まあ、パソコンで作業やってるの分かると思うんだけど、これサイト作ってんのよ。まあ、ポータルサイトを運営してたのね。これ裏側のなんか遊びで作ってる動画だったんだけど、まあこういうのも載せてたら記録になるから、その未来の自分に、その今インタビューしてくれてる人が先輩の経営者で、で、こういう記録残しておくと未来の糧になるから残しておいた方がいいよって言われて、あ、そうなのかなと思って、こういうのも残した。これメインのコンテンツじゃないのよ。そう。企業に関していろいろ喋ろうって言って、遊びでやってたんだよね。あれ。これ。だからこっちがメインのコンテンツかな。YouTuber っていうのがなかったの、この頃。9年前だから。で、その、テレビ番組を YouTube で作れるっていうことを企画して、お店の宣伝動画とかを作ってたんだよね。これが、その、千葉スタイルっていうのが自分の会社のコンテンツで、ポータルサイトに、その、お店の情報だけじゃなくて、その、カクテル作ってる動画とかを紹介してたの。どういう店員さんがいるとか。これがメインの会社、その写真とか、動画だったら分かりやすいじゃん。これ9年前、YouTuber がいない頃にやってたの。ふなっしーかどうか分かんないけど。これとかも、俺が取材したのこれかな。まあ、面白かったよね。フルスクラッチってなんだろう。そうそう。だから日本で初めてユーチューバーやったの俺だと思ってる、ね。はい、皆様こんにちは。千葉スタイルさんからご紹介を受けました
京成千葉中央駅の改札口の脇。こういう、その、お店を紹介する動画。で、これ動画がメインじゃなくて、ポータルサイトに動画が貼ってあるっていう。で、お店のいいところを紹介していくっていうことで、いっぱい動画があるんだけど、まあ、そういうのをやってたかな。契約数、千葉で300店舗ぐらい取ってたかな。うん、まあ、こんなことやってました、昔。今はもうなくなっちゃったけどね。うん。そうそうそう。この会社はもう売っちゃいましたね、他の人に。もともと、そうそう、若い頃は、その、なんか、会社を起こすのに必死だったっていうか。YouTube の収益、この頃はない。まず広告が貼られてないの。YouTuber っていう存在がいなかった頃の話、この頃は。で、この数年後、3、4年後に、そのアドセンスっていうのが取れるようになった。そう。だからこれは若い頃の話だから。あの、そうだな、23とか。うん、そう。っていうのも、俺が成田っていう田舎にいたんだけど、ホットペッパーってもうみんな知ってるじゃん。ホットペッパービューティーとか今あるでしょ。で、サイトが主流になってたのよ。やっぱその当時。でも、ホットペッパーって一度サイトに載せるまでに10万円かかるの。で、毎月6万円とか7万円かかるのよ。要は、紙面にも載せて、サイトにも載せるの7万円ぐらいかかるの。で、あの、千葉で言うと、船橋から東京の方だと、ホットペッパーあるんだよ。千葉、船橋、柏とか。でも、成田とか津田沼とかって、儲からない。店舗数が少ないから、要は、お金払えない店舗が多いから、要はリクルートが見切ってそっちのエリアに侵入してこなかったの。だったら田舎の方のターゲットにしてポータルサイトを作ろうってなったのが千葉県限定の、そう、千葉を盛り上げるっていうか千葉の店舗を検索できる最強のサイト作れるっていう発想で、俺がもともとフリーペーパーやったんだけど、それをウェブに切り替えたのが千葉スタイルので、値段は半額にしたの。3万円で契約できるの、毎月3万円で、そのホットペッパーと同じようなサイトで宣伝できると。当時ホームページをその作れるお店ってなかったから、みんなウェブのノウハウなかったんだよ。だから3万円でうちがホームページ作りますよって。で、ポータルサイトって言っていろんな店舗契約数が多くなればなるほど、そう、 SEO って言ってサイトの力が上がれば上がるほどあなたのお店のウェブでの評価が上位になるんで、半額だったら投資しやすいですよねって言って、で、ホットペッパーさんで契約すると6万7万円かかるところ、同じようなことでうちは3万円でできるんですよって言って、で、最初は乙女市で1万2500円でやったの。で、最大の売りは何なのって言われた時に、半額であることと、あと動画がつくと。で、ホットペッパーさんもこれはやってないんですよまだって言って、そう、動画でちゃんと取材してお店のいいところを口頭で見れますよって言って、で、それで300店舗ぐらい、その田舎の方にバーって進出していったの。だけど、それが300店舗とかになると、今度、月うん百万とか回ってくるわけじゃん。で、そうすると大阪スタイルっていうのを作りたいとか、いう人たちがどんどん出てきた。それをフランチャイズ化していったの。で、その時の、その利権問題って言って、その結構力ある経営者の人とか噛んできて、で、めんどくさくなって俺は辞めたの。もう勝手にやってくれっつって、うん、だからこの事業はこけてない、うん、売上は結構上がってた、こけてる事業じゃなかった、すごいうまくいってた事業の。まあ結構読みは早かったよ、うん、今 YouTube は2万円ぐらいかな。例えばあのみんなふわっちでさタイムシフト見るじゃん。でも俺はふわっちのタイムシフト残してるんだけど、YouTube の人の方が人口が多いわけよ。YouTube を見てる人って、YouTube 見たことない人って日本人でほぼいないんだよ。だから向こうの方に魅力もあるの分かってるから、YouTube にふわっちの録画を転載してるの。ただ YouTube で見れるようにしてるだけで、だいたい2万円ぐらいもらってる。もったいないじゃん。だって、その、花火師さん2万円見つけるよりも、ちょっと手間かかるけど、その動画に上がった方がいいんだよ。だからね、で、しかも俺の場合今スタッフさん、匠さんが動画にやってくれてるから、俺は放送に集中するだけで、
今ね、だいたい半年ぐらいでこれくらい再生数あるね。半年もない、3ヶ月ぐらい、3、4ヶ月で36万再生。3、4ヶ月ぐらいで36万再生ぐらいになってんのよ。だから、まあ、その、なんつうんだろう、YouTube から新しく、いや、花火いりますね。花火いります、正直。花火がないと生計は立てらんない。ただ、その リスクヘッジはバンバンやってるよっていうこと。その、ふわっちの花火だけに頼ると良くないから、これはね、あの、経営者だと、あの、関連多角化経営っていうのよ。3万6千円ぐらいか。うん、俺は月2万円ぐらい行く。うん。みんなね、あの、ウェブに書いてあるね、情報を鵜呑みにしすぎてて、あれは5分とかの動画だと広告1個しかつかないけど、俺の場合2時間とか4時間とかの動画だから、広告がその15分おきぐらいに入ってるのよ。だから1つの動画での広告の単価が全然高いの。うん。あ、まあ3億再生とか余裕で行くだろうね。うん。水にゃんみたいなスタイルではないね。うん、ただ録画を上げてるだけ、俺は。要は動画編集を一切入れてない。これからやるんだけど、それはチャンネル登録1000人いかないとあのできないから、チャンネル登録1000人いったらやるって考えてる、うん、花火はいります。バカたくさんありがとう、うん、はい、おはよう、うん、プログラミングは俺はできないから、プログラマーと手を組んでたね。要は俺がやってたのは営業力は俺があったから、営業で3割。プログラマー、要は仕組みを作る人3割。で、アルバイトとか、要は、なんつうの？もう何でもあるじゃん。その、軽作業って言うんだけど、もうこれをやってねっていうルーティンワークする人に3割。要は、プログラムをした人と営業マンっていうのは、会社がでかくなったらもう不労所得に3割入るよって言って。要は、対等な関係で手組もうよって言ったの。で、ゆくゆく、最初はプログラミングしたりとか、俺は新規の獲得、顧客獲得とかに頑張るけど、ルーティーン300店舗とかになると、じゃんじゃんお金が回ってくるから、それは俺で取ろうと。その代わり3割の予算、要は人件費であったりとか、固定費であったりとか、事務所維持とかには3割使わせてもらうよって。で、3割は折半。だから9割でしょ。で、この 1% っていうのは株主に還元するからって。10% は。っていう経営スタイルでやってた、俺は。これが一番シンプルでいい。俺が社長の頃はこういうスタイル、うん、人使う才能はなかったね俺は、うんうん、3億再生はいくよ。だって半年で30、要はね、レバレッジっていうのが分かんないんだと思う、普通の人は。要はあの、普通みんなコツコツこうやって上がっていくと思うでしょ。コツコツ積み上げていくと売り上げとかこうやって上がっていくイメージなんだよ。右肩上がりで。グラフで言うとこうか。こういう風に上がっていくイメージ。順繰り。違うのね。経営学の用語でレバレッジって言って、ウェブの世界でも通用するんだけど、最初はゆっくり下がっていって、ぐーって上がっていくの。経済学の用語でレバレッジで検索してみて。テコの原理とか言うの。こういう放物線を描くのよ。経済学って。だから今のペースの伸び方って、半年でこっからこうなってるように見えるけど、すごい少ないの。後々ギューって上がるのよ、うん、千葉スタイルは株式会社だよ、うん、レバレッジとか言い出すと FX 配信者かと思った。 FX の理論でもあるんだけど、それもともとは経済学とかの理論なんだよ。テコの原理っていうのは、うん、複利って言うんだけど、複利をね、一番簡単に説明すると、紙ってあるでしょ。こういうペラペラの紙、用紙あるじゃん。紙を何回折りたたむとかな、紙を確かね、40回だか30回折りたたむと月に届くの知ってた。それが複利。要は紙を1回折りたたんだだけでも1ミリにもならないのよ。でも2回折りたたむと1ミリになって、次たたむとって言って30回か40回折りたたむと月に行くんだよ。それくらいその複利っていうのはすごいのね。そう、アインシュタインが人類最大の発明はレバレッジだって言ったぐらいなんだよね。うん、いやー、自動車運転とかないっすね、別に。俺は、その金欲しいわけじゃなくて、面白いことやりたいだけだから。ただ、千葉スタイルを儲けようと思ってやったわけじゃなくて、その、なんつうんだろう。これがこうなったら面白いな、みたいなことあるじゃん。これがこうなったら便利だし、これがこうなったら世の中面白くなるな、とか。そういう発想が多い。うん、あ、月の土地売ってるよね。俺も買ってる。うん、そうそうそう。
人類最大の発明はレバレッジだっていう。多分ね、人口分布とか、なんかね、いろんなものに当てはまるの。要はね、宇宙の法則なんだよ、そういうのって。神様の、人類の増え方とか、全部レバレッジだ。その IT の普及の仕方、人工知能の CPU の、なんていうの、そのスケールの上がり方とか。うん。次は会社は立ち上げないです。僕は事業家ではないので、もうやめた、諦めたんで、この世界では。才能がないと思った。うん。100億目指さないよ、全然。うん。俺はその世界に才能はない。うん。それよりも、酔ってないよ、俺。酒強いから。どれくらい飲んだかな？ハイボール、7杯ぐらい飲んだかな、今日。うん。全然酔わない。だからお酒飲まないのよ、普段。水飲んでた方が安いし、うまいし、ジュース飲んでた方が美味しいじゃん。正直言うとね、勉強はできなかったけど、発想力とか、群を抜いてると思った。アイディアとかは。あと、冷静な、分析みたいなものは、ガキの頃からできてて、だから、日本の教育に合わなかったと思ってる。柳井さんと友達の人とかが、俺の師匠に当たるのよ。その経営を教えてくれてる。要は孫さんの先輩に当たる人、要はファーストリテイリングの柳井さんとか、孫さんが後輩か、ちょっと。なんだっけ、HIS の沢田さんとか、ベンチャー三重士の頃の人が俺、教えてもらってた人は、そう。妄想力はズバ抜けてる。あ、妄想は子供の頃からだね。だから俺は日本の教育無理だった、本当に。で、自分が頭いいと思ったことは一回もない。ただバカを見ると腹が立つね。でも新たに授業を始めるとなると相当勉強は必要だよね。いや、俺は授業やる気ない。その世界向いてないと思った。っていうのも、要はね、個人事業とか、個人でやることは向いてるっていう判断をした。要は人が携わってきたりとかすると、無理なのよ。少数衛星で何かやった方が利益率が高いと思ったの。例えばね、月収100万余裕なのよ、俺。どんなことやっても月収100万になる力はあるの。だけど、例えば5人でチームを作って、それぞれが100万円稼ぐようなことをするとなると、事業規模をでかくしないといけないのよ。で、その時に自分の方が負担がかかるの知ってるのよ。こいつらを100万円稼がせるために、俺5倍も10倍も努力しないといけないっていうのが分かって、なえちゃうんだよ。だったら自分一人で1000万稼いだ方がいいじゃんっていう発想になるから、だから、ピンでやることを、孫さんが後輩の人、そう、個人資産200億の人がいたの。その人によく講演会とかお願いしたりとか、その経営の話とか教わったりしてた。そう、まあ日本で初めて人材派遣業で上場した会社を作った人は、だからその生きてる間に3回か2回か自分の会社を2回ぐらい上場させてんのかな。でもう一人のパートナーの人も2回ぐらい2、3回上場させてんだよ。そうそう、個人資産200億だから変な1000万ぐらいの成金とかと話が合わないの俺。なんかすげえ、なんかあれじゃん、威張るじゃん、そういう人って。初見さんいらっしゃい、クロバスおっさん。スケールがでかいんだよ、そういう人って。もう話の。で、超ワクワクすんの。もうぶっ飛んでる世界を見てきたから。中小配信者を派遣する会社。いや、そういうのはやんない。会社、事業がもうくだらないと思ってて、これからの時代っていうのは、やりたいことだけやって、好きなことだけやって稼ぐ時代なのよ。もう絶対これ予言できるけれども、200年後とか300年後、歴史の教科書に何て書かれるかって言ったら、昔の人は、今の日本は奴隷をやってたと。アルバイトとか奴隷を作ってたって書かれるよ。もうね、多分仕事っていう概念がなくなると思ってる。100年後、200年後とか。もうやりたいことだけやって稼ぐっていう時代になると思ってる。その方がいいんだよ。
うん。だからそれの先駆けになりたいとは思ってるけど、例えばね、 Google が何やろうとしてるかとか知らないんだよ普通の人って。あの、なんで Apple Watch とか Google Glass っていうものが開発されてるかっていうとね、あれってさ、ここにつけてさ、こめかみの筋肉と言葉で動かすと思ってるでしょ。違うんだよ、あれは何やろうとしてるかっていう、脳波で動かすからここにつけてんだよ。脳波で動く。要は、その、俺は擬態化はないと思ってんの。要はリスクが高すぎるから、まだまだ先の話だと思ってんだけど、ここで脳波を読み取ることってもうできるんだよ。そう。だからもう考えるだけで映像のデバイスとか視覚や、だから VR が売れてるわけじゃん。もうそういう時代来るの。仮想現実とリアルがもう混ざる時代が来るのよ。この、今みんなが住んでる世界っていうのが、レイヤーの最下層になるの。その上にレイヤーが貼られていくのよ。フィルターがかかると思ってもいい。自分の好きなフィルター。うん。うん。そうそう、不要になってるでしょ、実際。その方が便利なんだよ。例えばね、身近なところでもそれって起こってて、人工知能なんで難しく考えなくていいの。昔は食券を売る人、レジを会計する人が必要だったの。今、松屋とか見てみなよ。食券の方が便利でしょ。なんで便利かっつったら、注文ボタンを押した瞬間にもう調理ができるんだよ。お金のやり取りで衛生面が綺麗になるんだよ。クレームが出ないんだよ。わかる？だからそうやってレジがなくなるの。まずレジがいらなくなったでしょ。でも最終的には人間が絶対に必要なものってあるの。それは接客業なんだよ。営業マンと接客業だけなの。うん。要はね、人と人との関わり合いに価値が出てくるのよ。だから俺はこれを選んだの。要は人間の本質的に寂しい、出会いたい、理解し合いたい、友達が欲しいっていう欲求はなくならないの。人の話が聞きたいっていう。うん。あ、金梅さんどうもお疲れっす。だから、俺はその配信業っていうのすごく儲かると思ってんの。これから先。うん。女がトイレ行くって言って逃げた。うん。あれはね、うん。テレビタレントも全部 AI になる。いや、ありえない、絶対。100年、俺が生きてる間はありえないね。改札で、っていうか、みんなね、それはね、元ポンさんちょっと突っ込むけど、専門性 AI とみんなが思ってる完全な人工知能の違いなの。実は、今人間を超え始めてるのは専門性 AI の話なの。うん。配信者も AI 増えてくらしいよ。それ、ちょっとネタで言ってんのかマジで言ってんのか知らないけど、俺理由に解説していいんだったら解説するけど。うん。うん。なんでかっていうと、人間が人間たるゆえんっていうのは何なのかっていうと、矛盾をしたりとか揺らぎがあったりとか発言が変わるところなの。人工知能ってこれできないんだよ。うん。そういうプログラムを作らないといけないの。うん。無人コンビニのアマゾン GO については、ああ、わかんないな。でもまあ、そうなってくるんじゃないかな。そうね、みんなが言ってる AI っていうのは何なのかっていうと、専門性 AI っていうんだけど、例えば将棋なら将棋って区切るの。で、将棋のルールをコンピューターに覚えさせると、すっごい人間より頭いいの。処理速度が速いから。だから簡単に言うと、無限の可能性の中からブワーってしらみつぶしで最善の方法を探すみたいなのを専門 AI っていうの。簡単に言うと、チェスならチェス、将棋なら将棋とか、要はルールを区切った中で最高のパフォーマンスをさせるのは人間を超えつつあるの。ただみんなが言ってる人工知能っていうのはそこじゃない。うん、だからペッパーくん見たらいかにポンコツかわかるよ。俺ね、元カノがペッパーくんがいた、ペッパーくん、ペッパーくんっつったら、こちらのクーポンがお得ですよ、ゲームセンターはこちらのパネルをクリックしてください、違うって、のんちゃんがね、違うよペッパーくん、こんにちはって言ったら、うん、わかりました、こちらのクーポンを手に入れてください、こちらのクーポン、ただの喋るお前看板だから、あれペッパーくん、どこが人工知能なんだよ、いくポンコツかお前は、すげえ笑ったわ俺。うん、ポンコツだから、みんなが思ってるより。ただ、ペッパーくんのやばいところは並列化。動画に上がってるんだけど、ペッパーくんが
何回も200回ぐらいけん玉やるんだけど失敗しまくるの。だけどペッパーくんいきなりパンって覚えたの、けん玉が乗っかったの。そっからペッパーくん無限に一回も外さないでもうけん玉やり続けるの。これが人工知能のやばいところ。要はどのパワーでどの角度でけん玉をこうやってやると正解っていうのを叩き出したらずーっと正解出せるの。これが人工知能のやばいところじゃん。さらに言ったらこのけん玉のやり方っていうのをデータ上の全世界のペッパーくんにやると並列化できんの。これやばいでしょ。こういうのが得意なのコンピューター、人工知能は。ミカさんいらっしゃい。ファミマも LINE と提携して無人化コンビニ作ろうとしてる。いやまあ正解だと思うよ。そうなると思うよ、そうなると思う。モノマネ笑いました、ありがとう。もしよかったらフォローしてください。和道の配信しか見ないリスナーを並列化しましょう。あ、それは無理よ。人間を並列化させるのは無理。それは人間じゃなくなるから。そう。だから簡単に言うと、正しい焼きそばの作り方みたいな、みんながうまいっていう高得点の焼きそばの作り方を覚えさせちゃったら、調理師がいなくなるのよ。もうそのマニュアルっていうのをペッパー君に全部送信したら、この店の焼きそばこれって全部並列して動いてくれるのよ。ただ、均一化された味だけどね。だけど職人さんとか気候とか天気とか体調とかを見て味を変えられるのよ。そういうのは苦手。いや人間っぽくない、悲しい夢を見て目が覚めたから癒されに来たよ。いらっしゃいパンツ、要は一回覚えたら並列化できるんだけど、そのランダムの無限の可能性を覚えるのが無理っていうことと、人間のすごいことっていうのは、あのみんなさ、人間の脳みそが進化したと思ってるけど違うのね。人間の脳みそっていうのは、あの、奇形として生まれてんのよ、猿の。で、脳だけが異常に発達したやつがたまたま奇形で生まれて、そいつの方が生き残る確率が高かったから、こうやって増えてってるわけじゃん。要はね、あの、今の生物で生き残ってんのって奇形とか亜種ばっかりなんだ。要はそういうのがあるんだけど、コンピューターのやばいところっていうのは全部並列化されてるから1個のウイルスで全部滅んじゃう可能性があるの。要はその生命として一番、その生命学とか生物学とかをあの勉強するとすごい面白いんだけど、揺らぎとかがすごい。 DNA って全部揺らぎなんだよ。そう、揺らぎとかね、その奇形とかってすごく大事なの。それが生き残る可能性があるから。だからさ、よく言うのが、なんでブスが生まれるのかって言ったらさ、平安時代とか今で言うブスじゃん。あれが美人だったんだよ、昔。だから価値観とかっていうのは変わるってことね。そう、猿の奇形でしょうよ。脳みそが異常発達した奇形なんだから、これ。っていう捉え方もできるの。そうそうそう、人工知能とか経営の話からこういう風に発展してったんだけど。奇形が生き残るのが進化だね。そうそうそう、人間猿から進化したのか、人間として誕生したのか、どっちだと思う？俺はね、猿から進化したのは間違いないと思ってんだけど、そう、急激な特異点があるの。それは俺は宇宙人が介入してると思ってる。要はウイルスの存在だと思ってる。これはネタでもなくてガチで言ってるね。要はあの、そのレバレッジの話したじゃん。それと同じように急激に、だからね、ダーウィンも言ってるんだけど、進化論は人間には当てはまらないっつってんの。で、生物学的に見てもおかしいんだよ。明らかな特異点があって、その何かしらの介入があって急激に伸びてんの。元の DNA はチンパンジーとかに近いっていうのは分かってるんだけど、あの、人為的に多分なんか介入はされてるだろうね。進化はイレギュラーパターンだね。だから俺はいつも言ってるのは、世の中いろんなやつがいた方が面白い。多様性とか揺らぎっていうのをなくそうとする運動っていうのは俺は嫌いなの。どれが生き残るかわからないし、100年前の非常識ばっかりなんだよ、今の常識って。例えばさ、これみんな普通に使ってるけど、これ100年前の人に渡したら綺麗な石板だよ。多分飾られちゃうんだよ。これってさ、みんな普通に使ってるけど、これテレパシーを手に入れたんだよ。要はあの、昔だったら、そのね、遠くにいる人、例えばアメリカ大陸にいる人に何かメッセージを伝えようっつったらさ、紙に書いて郵便物で渡さないと
伝わらなかったの、正しい情報。それを今ワンクリックでこうやって電話で繋がれちゃうんだよ。これだって今の映像もアメリカのサーバーで見れちゃうんだよ、リアルタイムで。だから俺らのインターネットデバイスっていうのは、その場所の優位性みたいなものをどんどんなくしてるんだよね。うん、テレパシーだと俺は思ってる、うん。ロボットだらけになったら怖いと思いました。ロボットと外国人ばっかりになるだろうね、日本は。うん、そう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 。これ魔法のアイテムなんだよ、本当に。だから当たり前、みんなが当たり前だと思ってるものって当たり前じゃないんだよ。要はぶっ飛んだ発想をしたやつが作ってるだけなんだよ。要は多分笑われたと思うよ。こういう風にここに石板があって、ここに画面で光るんだよ、テレビみたいなのついててって。まず無理って、テレビってこんな大きさなんだよって。お前どうやってこうやって持ち運べるようにするのって。いや俺はできると思ってるんだよって言って、で画面をタッチするとアプリが起動するんだよって。あ、超頭いいやつがいくら説明してもバカにされまくったと思うよ。どうやってそれが電話になるんだよとか、うん、なんでそれでインターネットってできんだよとか、インターネットってなんだよとか言われてたと思うよ。そんなの売れるわけねえよ、うんうん。だから非常識、俺はそれを未常識って言ってんだけど、普通の人が非常識だと思うことってあるんだ。非常識、常識ではない。でも非常識の中にたまに未常識のやつがいるの。未常識っていうのはこれから常識になるけど常識になってない人を唱えること、これを未常識っていうの。で、未常識を唱えてる人は非常識と勘違いされちゃうの。だからみんなは投資をやったりとか株をやったりとか先見性みたいなものを持ちたいんだったら、この人が言ってるのは非常識なのか未常識なのか見極めることだよ、うん、それは自分の頭で考える。これからの常識作るやつなんじゃないかなって。でそいつを見つけたらさ、そいつに投資すればいいんだもん。インターネットって情報共有することで並列に近いことしてる。だからオリジナリティや生み出す力が、あ、正解。あと俺が言ってるのはネットっていうのは正解が書いてあることじゃないよって。インターネットっていうのは大衆、多くの人が正解だと思い込んでるものほど上に上がるツールなの。だからインターネットに正解書いてると思ってる人大間違い。検索した時一番上に出るのは正解ではなくて、大衆、多くの人が正解だと思い込んでるものが上に来るの。そう、正解が書かれるわけじゃないの。それはウィキペディアがまさにそうなんだよ。ウィキペディアに正解が書いてあるやつと思い込んでるのは間違い。要は多くの大衆が正解だと思い込んでるものが上に来るツール。つまり大衆を分析するのにすごい役立つツールの。今日本人とか大衆っていうのはどういうことを考えてるんだろうっていう雰囲気みたいなものを読み取るのに使うやつが頭のいいやつだと俺は思ってる。あそこには正解が書いてないと思ってる。本当の正解で、本当の正解っていうのは体験なんだよ、うん、そう、本当の正解は、あのね、もともと Google が使ったアルゴリズムっていうのは、あの科学界の常識から取ってんの。いい論文とは何かって話なんだけど、論文って無限にいっぱいあるわけよ。学生たちがその論文をいっぱい出すと、で物理学でも何でもこっちが正しいって言ってるのと真反対が正しいって言ってるの無限に存在するの。だけど論文って基礎論文みたいなものから引用していって積み上げていくものなの。でいい論文って何なのかっていうと、多くの人が使ってる論文、引用を一番されてる論文が、あのいい論文だっていうのは学説であるの、ちゃんと論文の研究で。っていうことはリンクが貼られまくってる方がいい論文なのよ。わかる？だからそれをもとにそのアルゴリズムを一番最初検索したって言われて、設計したって言われてる、うん、ドラえもんを見て夢だと思ってたのに現実、うん、実現されるとあってないものですね。まあドラえもんは、まあドラえもん、うん、ドラえもんはもうできるだろうけど、その要はエネルギーの問題なんだよね結局。要はドラえもんって核内蔵してるしさ、あの頃のアニメを見ると全部やっぱ核内蔵してんのよ。アトムも核エネルギーで動いてるし、名前がアトムだもんね。だし原子炉を持ってるんだよ。ガンダムでもそうでしょ。だからね、地球、日本は特にそうなんだけど、なんで日本が発展できたのかっていうと原子力なんだよね、やっぱり。その時日本に恩恵をもたらした最大の武器なんだよ。で原子力が世の中を変えるって信仰してた時代なのがよくわかる。
だからこれからのアニメ原子力エネルギーじゃないロボットアニメみたいなの出てくると思うよ。引用とスパムサイトは SEO で弾かりますけどね、一昔の考え。俺が言ったのは基礎設計の話だから、マンコさん話をちゃんと聞いてないのよ。もともと Yahoo とか Google の基礎設計になってる理論だよって言ったでしょ、うん、今の SEO の考え方じゃなくて基礎理論、うん、ウィキ用辞書みたいに使えてる人は多いね。まあそういう時代だよね、うん、原子力肯定派でも否定派でもなくて、あのなんていうのかな、エネルギー、例えば反原発の人たちがそのエネルギーを今すぐ原発やめろっていうのは無理なのよ。電力電気代が上がりすぎて経済が崩壊するのよ。で何々ができたらできるんだって言ってるけれども、そこにもコストかかるの。夢物語みたいなこと言ってるのよ、その反原発の人って。もうあのなんつうんだろう、そこに利権が絡んでるとか、要は正しい理論じゃ動かないの、政治って利権との癒着なのよ。だからそのなんつうの、その机上の空論を唱えてるように思うのよ。だけど俺はそのほっといても原発っていうのは推移していくもんだと思ってる。だってそんなリスクが高いのは分かりきってることだから。反原発でも原発推進派でも何でもない、冷静に考えて今すぐ変えるなんて無理よ、うん、癒着も利権もあるんだから、それに成り立ってる国なんだから。そう、そこがやの。そうだから政治に利用されてるだけなんだよ、反原発も、うん、それそうでしょ、権力を持つってそういうことなんだから。魔女狩りもそうだしさ、あのなんだろう、魔女狩りもそうだし、あのヒトラーナチス政権もまさにね、マジョリティイコールだよね、うん、バタフライテールいらっしゃい、おはよう。そうそう、ゼロ百で語りすぎなんだよ、うん、ゆっくり推移していけばいいだけなんだよ。っていうかね、あのね、俺は政治にそんな期待してないの。っていうのもなるようになるから、政治で変えるんじゃなくて国民が思ってる雰囲気で政治家が変わってなるようになるの、時間がかかるもんなんだよ、うん、そう。だからそれを分かってないよ。そのたった就任してすぐの国会で世の中がすぐ変わるわけじゃないんだよ。それの経済効果が出てくるのって4年後5年後とかなのよ。でこの時ダメだったねって答え合わせが出るの10年後なんだよ、その時の政権が良かったかダメだったかっていうのは。だから政治に期待してもダメ、それが俺の考え方、うん、そう、仕組みが変わるって現実化されるのはだいぶ後だから、うん、東京の若者は政治に興味あるんですか。これは政治に興味ありますね、だいぶ、うん、区議会議員に一回なろうかなと思ってる。でもまだその力はないよね、受かるほどの力がないから、受かるぐらいの力が出た時に初めて区議会議員とか出てみようかなと思って、うん、アイテムありがとう、ありがとう鍋さん。議員にはなろうと思ってるね。で俺がやろうとしてるのは超バカっぽい本当の民主主義、要はインターネットで議員になってる間ずーっと垂れ流す、うん、でみんなにアンケート機能だけ使ってただ投票するマシーンっていう議員になろうと思ってるね。もうリアルタイムでずーっと活動を流すっていう、うんうん、それは前から結構言ってるよ。ただ今受かる力がないから、新宿区議会議員など2000票集めないといけないのよ、うん、みったんまた来てね、フォローよろしく、お疲れ。いや、シフトしない。ただ、本物の民主主義やるだけ。うん。本当の民主主義。だって俺、今の日本が民主主義だと全然思ってないもん。もう全部アンケートで決めてやろうと思って。それがどんなにバカっぽいことでもいいの。
バカな政策でもいいの。民主主義唱えてんなら本当にやろうぜみたいな。そっからでしょ、まず。全部配信で流す。何も変わんないよね、今とやってることは。でも本来公務員だからそういう風にやるべきだと思うんだけどね、俺は。税金で飯食ってるわけだから。別に遊んでてもいいのよ。だって区議会議員の仕事なんか年収1000万超えて、本当の仕事で2回投票するだけなんだよ。半年に1回投票して、あとは自由なんだよ。だから都庁、都議、なんだっけ、都のトップってなんだっけ、都のトップは都庁、うん、なんだっけ、なんだっけ、都のトップ石原とかなんだっけ、あの人だって1週間に3回くらいしか通わなかったじゃん、都庁に。政治家ってそういうもんだから。うん、なんて言うんだっけ、その都のトップのこと、都知事か。都知事って別に週に1回通っても、別に通わなくてもいいんだよ。議会に出て、決めればいいだけだから。極論を言えばね。今の日本は民主主義だと思うんだけども、時代遅れではあるよね。いや、民主主義だと全然思わないけどな、俺。民主主義のシステムは採用してるんだけど、国民の気質が社会主義的な気質だと思ってる。日本人っていう生き物が社会主義に合ってると思ってるね。でもね、面白い説があって、投票率低いのは問題だって思ってる人手を挙げて。日本の投票率が少なすぎる問題であるって思ってる人手を挙げてください。この中で。もっと若者は政治に参加すべきだ。投票を参加すべきだって思ってる人手を挙げてください。手を挙げてください。何人ぐらいいるんだろう。あんまりいない?へ。逆。別に行かなくてもいい。へ。みんなへだ。みんなへでいい?へなんだ。俺もへです。で、なんでかっていうと、民主主義って、バカが投票すると、バカが受かるんですよ。バカが投票すると、バカが受かるのね。で、これ、面白いことに、投票率が高い国って、北朝鮮って投票率 100% なんですよ。ナチス政権って投票率 100% なの。要は、国民が、もう政治に関心がある状態で国の危機なの。戦争とか飢餓とか恐慌、世界恐慌とか。つまり民衆が政治に関わらなくてほったらかしてもいいよっていうぐらい日本って優秀なんだよ。でしょ?だから日本の投票率が上がる時っていうのは、どっかと戦争をやらなきゃいけない時とかやばい時の、それくらい切羽詰まった状況だから、今の日本っていうのはいいシステムなんです、投票に。そう、それそう思うでしょ。これは民主主義の、学問としても定説なんだよ。民主主義採用してて、投票率が高い国っていう、高い時っていうのは戦争が起こりやすいの。なんか、そういうことじゃん。政治になんかを期待するっていうのは世の中変えないといけない時だ。だから、投票率低い国に生まれて俺は幸せだなと思ってるけど。だから、北朝鮮を民主主義と同じ扱いにしてないよ。要は投票を確実にやらないといけない国っていうのはやばい国だっていうことを言ってんの。ちゃんとマンコさん聞かないとダメよ。人の話を歪めて解釈するのは良くないよ。俺はそんなこと言ってないよ。北朝鮮は明らかに社会主義なんだから。ただ投票率が高い国っていうのは独裁政権になりやすいの。それはもう学問的に正しいんだから。年寄りは間引けばいいよ。大丈夫だよ。ほっといたら死ぬから。ほっといたら死ぬから大丈夫です。全員死んで世代交代必ずありますから、その時に経済ドカッと回るよ。俺らに金がガーって入るから、いい独裁者もいるんですが、実は独裁が向いてる時期っていうのがあるの。民主主義っていうのは遅いの。
決定するまですごい時間かかるの。何かをやろうとするときに5年かかるよ、10年かかるよってさっき話したじゃん。これは民主主義だからの。ただいいリーダーが出たときに、独裁政権でいいリーダーが出たときに早いの。これをやれっつったらすぐできるから。だからいいリーダーに恵まれてる独裁っていうのはすごくパフォーマンス高い。ただ独裁もその続いて、要はクソみたいな独裁者になると悪くなります。クソみたいな決定が早いから、どんどん失敗のスピードが速いの。要は独裁のいいところ悪いところっていうのはスピードが速いことだけど、能力のない人だから、プーチンとか優秀じゃん。それこそ、うん、生活環境いつの間にか変わってたんやな。え、生活環境って何？うん、うん、はい、ワドツー、エミちゃんいらっしゃい。ちょっとトイレ行ってくんね。ありがとう、なべさん。どうも、ただいま。やっぱお酒いっぱい飲んだからおしっこ近いっすね。すいません、席立つことが多くて。どうも。日本人はむしろね、完成された社会主義を世界で一番最初に作った国だと思ってるけど、うん、面白いよね。だってさ、普通の生活してる人にさ、政治のこと考えろって無理がない。みんなさ、仕事のこととか恋愛のこととか家族のこととか養育とか家事、炊事洗濯、家事を親父で忙しいんだよ。で、それができないから政治家に任せるわけじゃん。だったら優秀なやつにやらせた方がいいと思うんだけどな、俺。だからまあ日本はそれで官僚がね、優秀だからいいかもしんないけど。ね、ナベさんお帰り。あ、お帰りじゃない。風船ありがとう。うん。もう日本は日本でオリジナルのなんか文化でやってきゃいいのにね。西洋人と考え方根本的に違うわけだからさ。あいつはだから領土は奪って勝ち取るもんだと思ってるから。だってそんなのもう戦国時代にとっくのとおり日本は終えてるわけじゃん。世界でね、本当に国として固まったのは異常に早い国だからね。日本の官僚はアメリカの言いなりなので無能という人もいますが、どうですか？だって敗戦国だもん。
しょうがないでしょ。戦争で負けるってそういうことでしょ。秩序を好む国な気がするに、日本は。日本は文化とか伝統とか守るのが異常に得意なんだよね。だから世界最古の株式会社が一番多い国って日本なの知ってた？みんな。アメリカ人とかびっくりするんだよね。あの海外の人は。300年前の会社とか未だに残ってるわけよ。財閥とかそうでしょ？三菱財閥とか。うん。要は亀山社長でしょ？三菱財閥って。うん。日本は土地が狭いから人間の中で特殊な能力ガラパゴスだよね。俺はね、それ嘘だと思ってる。あの旅するとわかるけど、土地が余りまくってるの。まあただ山とかが多いからあれなんだけど、土地は余ってるよ。あの都市に過密しすぎなんだよ、うん、土地が狭いからじゃなくてね、要はね、あの設計間違えたんだよね。ぎゅうぎゅう詰めにしすぎなの。もっと分散化させてよかったんだよ。だから地方に分権していかないとダメだと思ってる。あの大阪とか北海道とか、あの要は権力が集中しすぎてんのよ、東京に。俺はそこが問題だと思ってる。だからそのなんだっけ、あの道州制賛成なんだよね俺。うん、分権は絶対ね。うん、うん、島国で隔離されてる、まあ島国で隔離されてるってよく言うけど、経済学的に言うとね、あの日本のマーケットってめちゃめちゃ美味しいんだよ。人口、金をめちゃめちゃ保有してんの日本人って。実は世界的に見てもすごい豊かな国なのね。だから海外がマーケット取りたいのよ。だけど日本人がなんで英語を覚えないか、中国を覚えて向こう取りに行かないかっていうと、儲からないからなんだよ。日本の中でぬくぬくやってた方が美味しいのよ。だからね、日本って独自の文化が発展しちゃうのよ。そう、海外が本当は日本のマーケットに参入したいんだよ、うん、だけどね、参入障壁、要は鎖国してるんだよ今日本って経済的に、うん、それでいいんだよ。だから日本人がさ、世界を語るときってさ、あのアメリカのことを指してるんだよね。世界ってアメリカだけじゃないからね。いい部分取り入れて独自に発展させて、でぬくぬくやると、で国民全員豊かで、それでいいと思うよ。働いて頑張ったやつは金つかむ、働かないやつは金つかまない。結構フェアな国だと思ってるけど、日本は。今の現状に満足なのはわかるんですが、これだけは変えた方がいいっていうのはあるんですか？俺の中で？なんだろうな。俺日本ってかなりいい国だと思ってて、なんか国を変えようとしても意味ないと思ってて、最近は。環境に文句言ってもしょうがないから、日本が合わないって思ったら海外に行けばいいだけだと思ってて、うん、別に他の国に住むことってできるから。だから環境を言い訳にしてもしょうがないから、多分日本はまだ良くなるんだよ。100年後200年後もっと良くなるけど、自分に合ってないんだったら国外に行け。なんか個人主義だよね結構。うん、国を変えようとするよりも自分が変わった方が早いって思ってるけど、うん、日本人会わなきゃ日本辞めればいいだけだから、うん、だから特にないっす。変えた方がいい。社会とか世界を変えようっていうのは自分の傲慢さから来てると思ってて、自分が変わっちゃうのが早いと思うよ、うん、西の方から人間が発生して弱いものが追いやられて土地を開発し、東に流れてきた最果てが日本って言われてるね。だから近いよりも知恵が発達したと。ああ、まあ思いっきりその部、その最たる所属で、俺は旗氏だから。あの旗氏ってわかるかな、パンツーさん。そう、まさにそのなんだろう、西に西に追いやられてきた民族の末裔だからさ。二重三重国籍は当たり前ですからね。それ全然ありかな。うん、別に日本にこだわる必要ないんじゃないかなって。俺は日本いい国だと思ってるし、日本人に誇り持ってるけど、別に日本合わなかったら海外に出ちゃうっていうのありだと思うよ。
なんか別にそこに縛られる必要ないのかなって。そうそう、旗の末裔だね。島津家っていうのは旗氏だから、畑、要は3世紀頃日本に帰化した民族だから、思いっきり畑系だね俺は。だからユダヤ十子族ってあるな、ユダヤ十子族の一つが日本に来てるんじゃないかっていう、日中同祖論の元になってる民族ね。だから旗はユダヤっていう話、ユダヤ陰謀論の元になってる民族ね。っていうのも旗王国って、その韓国にも昔コークリっていう国だよね、コークリにも文献残ってるんだけど、西から来たっていう風に書いてあるのよ。だから明らかにそのなんつうの、他に移民していって文明を栄えさせた民族なのよ旗って。でその日本に来た旗っていうのは、そのコークリっていう国がやられて、あの日本に亡命した民族なんだよ、もう血が混じりすぎてわけわかんなくなってるだろうけど。だから笑うのが、俺徳川家康の血が入ってるんだよ、8000分の1ぐらい。 笑わない？愛はどつ笑うでしょ。徳川家康の血が入ってると思うと笑うよ。自分の由来知らないな。ちょっと前に農民だったくらい。もともと名字を名乗っていいとか、その家系図みたいなのを作っていいのが武士階級だけだったからね。武士とかその天皇とか、一部の特権階級だけがやってきたことだから。でもあれだよ、辿ったらアダムとイブだから。島津家の設定どうしたんだよ。島津家の話をしてるんだよ、マンコさん。島津家っていうのはもともと旗なの。旗、畑から島津家が派生してるの。要は柚月ね、柚月のため旗っていう、もともとの中、あの北民族、中国からその九州の方に降りてった民族なの。だから島津家のその由来の話をしてんね今。別に嘘ついてるわけじゃないの。設定はどうしたんじゃないよ。それは知識不足よ、マンコの。島津家旗で検索してごらん。リータンリードはどつ。寺とかに残ってる。そういう武士の家系とかは、だから分家なんだけど、俺27代目当主らしいよ。血判書生まれた時に押すの、巻物にピッて名前書いて、何代当主ピッて。まあ戦争強いからだろうね。あの島津家をなんで滅ぼさなかった、徳川が倒せなかった2つあの大名がいるの。それが足利と島津なので、だから追いやったわけよ。だから島津に下手に手、だからほら、薩摩っていうのはその何百年か後に関ヶ原の恨みを果たしてるわけじゃん。だから簡単に言うと、そのなんだ、倒幕っていうのはあのなんだあれだから、簡単に言うと恨みつらみだから、200年たまった、しっぺ返しを食うわけじゃん、徳川家は。島津藩に篤姫っていう刺客を送り込んで、篤姫っていうのは島津のお姫様だから。獅子方のおじいさん、祖父を酒のために家系図売ったらしい。そういうエピソードも最高だよね。だから西郷隆盛とかもそうでしょ。あの島津家で検索したら最強の武将出てくるよ。
あのいかに戦争強かったか。今もドリフターズって漫画になってるな。島津でしょあれ主人公ドリフターズって。そうそう島津家、あのゲームとかね、戦争ゲームとかやる人は島津家がいかに強いか知ってるはずだよ。戦歴がやばいから、うん、関ヶ原での中央突破はすごい。あののけ口かな、うん、そうそうのけ口で合ってたっけ。島津のけ口、のけ口だっけ、なんだっけ、なんだっけ。徳川の血は成明の後でしょ。成明の後だと思うよ。捨てがまりか。島津ののけ口イコール捨てがまりね。有名な奇襲戦法だよね。捨てがまり。成明は倒幕の後ってことか。成明はいつだ、うん、成明の家系なんだよ俺は。成明系の要は、文系なの。本家じゃないけど、うん、日ユどうそろ、まあ日本民族全部がユダヤ人っていうのはちょっと無理があるけどね。釣りのぶせとかね、島津家特有の有名な戦法があるけど、気性が荒くて有名なんだよね。だって単独でイギリス艦隊と戦ったりしてるもんね、昔ね。あと沖縄まで勢力伸ばしてるのも島津だし。だから沖縄が日本の名残は島津でしょ。鬼島津って言われてたの。戦争強すぎて気性が荒くてすぐ喧嘩するって。島津家と徳川家が結ばれたというのには興味がある。だって篤姫も言ってるじゃん。天皇家にも嫁いでるじゃん島津家は。全然、うん、そうそう鬼島津、島津の字が違うけど、そうそう遠入りとかね、うん、歴史好きな人なら普通に知ってるよ。倒幕の後に島津家と徳川家が結ばれた。倒幕の後って倒幕の時は徳川家康じゃないからね。倒幕の時ってもう徳川家康死んでますけど大丈夫。マンコ人の話全然理解できてねえな。いやあのね、マンコね、悪い癖で、あの人の話を全部上げ足取ろうとするのは良くないよ。あの別に俺嘘話してないから、分かってる人分かってるけど、あの引きずり下ろそうとしても意味ないよ。面白くないからやめようよそういうの。うん、成明の後に徳川の血が混じったんでしょ。どうだったかな、ちょっと待って調べてみようか。じゃああの話をごちゃにしないで、俺は成明の家系だよっていう話と、徳川家康がの血が入ってるよっていう二つの話をしてんの。それを無理やりミックスさせてるからごちゃごちゃになるんだよ。ちょっと待って、家系図見てみるよ、ウィキで。島津成明、うん、いやだからそのアスペじゃないんだからさ。下克上とか言われた？ほうほうほう。成明が、ちょっと待って、島津成明が外交、薩摩11藩藩主28代当主、家系図、島津義弘、島津家の家系図が出てこないと分かんないな。俺はアスペだよ、うん、
ただなんか話してて面白くないのよ別に。あのふかしてるわけでも何でもないのにさ、そのい一個一個のコメントに突っかかってくると気分悪いからさ。島寿司、成明がどこだ、成明が28代目当主でしょ、忠久から来て成明、かけの幕末の名君、そう会話がいちいち故障られるから反論するなら自分で調べてくれっていうのがあるんだけど、うん、いや話の腰折れるでしょそんな。あのね、反論する時のマナーって自分で調べることよ。めんどくせえな。成明が28代目なんだっけな、なんで検索したら出てきたっけな、トークーバーは、はい、ワード2、炭酸さんいらっしゃい、いや調べても出てくるよ全然。ただ検索がそのめんどくさいだけ。出てくる出てくる全然。まず徳川、ちょっと待ってね、成明が28歳の当主、何で出てくるかな、成明、あ、出てくる出てくる全然、徳川家との関係。成明は江戸時代まで島津藩主において唯一徳川家康の血を引く当主であった。オッケー。マンコさん、さすがにこれは謝ってくんね。さすがにこれは謝ってくんね。うん。成明は江戸時代まで、島津藩主家において唯一徳川家康の血を引く当主であった。で、俺は成明系の家系なのよ。これはさすがに謝ってくんね。出したんだから。こんだけ時間止めたんだから。これはさすがにごめんの一言は言ってほしいわ。こんだけ疑われて、こんだけ叩かれて。ああ今、和道がテレビに出る夢見た。マッサイいらっしゃい。うん。はい。さすがにこれは謝ってほしいんだけど。まあ、その引用元がウィキペディアっていうのもちょっと情けないけどね。ウィキペディアに書いてあることは嘘だよっていう話をした後に、まさかのウィキペディアで早々出すっていうのはちょっと恥ずかしいけど。そうそう、入ってる入ってる。だから8000分の1とかすごい薄いけど、入ってるよっていうのは別に本当なのよ。はい、すいませんね。はい、ただネットに書いてあることが全部本当ではなくて、その、なんつうんだろう、家系とかあるのよ、その家の。だからそういうのはばあちゃんとかから聞かされてるから。いや気分悪、うん、ありがとう、うん、認めてくれたならいいよ。だからあんまり突っかかってこないでほしいのよ、うん、そんなのでふかしてもしょうがないから、
でもすごい薄いから関係ないでしょ。俺は金持ちでも何でも家柄でもないから、結局血は関係ないって話なんだから。和道主催のイベント？どうなんだろうね。なんか、力つけてからだと思ってる、プレイヤーとして。まだまだ、その、人を説得するぐらいの力は持ってないから、俺は。なんか、和道だったらやるよっていう、ね、ぐらいの閲覧力とか企画力を持ってないと、やっぱ、責任がかかるじゃん。うん百万赤字が出る話だから。まだプレイヤーとして頑張りたい。そうそう、レバレッジは2、4、パー、16、32、64、128、256人でしょ12台遡ると8000人子孫がいるぐらいの計算。12台遡ると8000分の1ぐらい。うん。だから多分それくらい遡らないとダメだよ。その徳川家康の血が入ってることを証明するためには。12台遡るとどれ、8000人子孫、じいちゃんばあちゃんがいる計算になる。要は DNA 的な話をすると。OK。え？合ってるよな。24、パー、16、32、64、128、256、520、2040、2040、2048、2040、2040何でしょ？ 490何の時点でこれ全部含まれるから、多分8000人ぐらいになる計算なんだけど。あとは自分で計算してください。8000人の村の一人が徳川家康系ってこと。違う、8000人の中に先祖の8000人いる、8000人のチンコとま、チンコ4000、チンコ4000、マンコ4000のうちの一人のチンコが徳川家康って話。OK。OK。俺の先祖のチンコとマンコ4000個ずつ集めて、その中の一人のチンコが徳川家康のチンコだったって話だよ。いや、そういうことでしょ、簡単に言ったら。徳川家違うよ。全然違うよ。うんちくん、そう、違うよ。例えばね、兄っていうのはお父さんお母さん。で、お父さんとお母さんにも絶対お父さんとお母さんがいるから4でしょ。で4の時点で6人いるんだよ。わかる？この計算。2、4、パー。2、4、パーって8人いるわけじゃん。この4人にもお父さんお母さんだから8人。で合計すると、8と4と2を足したらって、そういう計算をしたの、今。だから、8000人近くのチンコとマンコがある中で、1人が徳川家康って話をしたの。うん。それは家系図を見るしかないよね。うん。わかった。だから2、4、パー、12、32、64っていう2の2乗をずっとしてた、うん、で、それをトータルすると約8000人になるから、うん、で、その中の家系っていうのは男系だから男、あの普通の日本人の家系っていうのは、だから一人の長男だけとか、要は継承されていった系列のことを本家っていうのよ。だからその徳川本家のことでしょ。だからその血は入ってるけれども、俺は島津家の系列だけど、分家の本家の、分家の当主の。もうめんどくせえや。あんま関係ないよ、今の時代。なんかでもこの話を理解できるようになると、男系女系とかの天皇の問題とかがよくわかるようになるよ。女性天皇と女系天皇の違いとかよく分かってくる、うん、まあ本家っていうのは一握りってことだよな。本家は一握り、うん
オレンジの墓古墳マジで。すげえな。社会の先生ではありません。全然違います。でもね、その本当、例えばさ、あの比叡山延暦寺を焼き討ちした話とかの本当の歴史ってすごい面白いよ。織田信長がなんでお坊さんを焼いたのか、織田信長が比叡山延暦寺を焼いてなかったら関ヶ原って絶対起こってないの。織田信長が何をやったのかっていうのをちゃんと解説するとすっげえ面白い。歴史ってあれが起こってなかったら絶対にね、戦争って起こってなかったんだよ日本で。よくよく考えてさ、まあまあ比叡山延暦寺は結構有名じゃん、歴史で覚えるじゃん。でもなんでそれが起こったのかとか、なんで織田信長がそれをやったのかって教わらないんだよ。俺はそこが面白いと思ってんの、歴史の一番面白いところは。でなんでかっていうと、あの当時の比叡山延暦寺ってその仏教の仏教の総本山みたいなところなのよ、あそこって。で織田信長がなんですごい頭良かったかっていうと、あ、フォローありがとう。その通り、権力を持ちすぎたからなんだけど、あの織田信長ってすごい頭が良くて、兵力としてカウントしたの。要は何万石を持ってるのか、要はその権力を持ったっていうか、その人数、要は仏教徒の人数とその持ってる土地を計算して兵力カウントした時に、これやばいって。日本で一番権力持ってる大名は実は大名じゃなくて比叡山のこいつらじゃんって。だってあいつらってさ、その兵隊集めるだけでも大変じゃん、金かかるじゃん。でも仏教徒って全部平民を区は持たせてその戦力に変えることができるじゃん。もう思想が洗脳されてるから。そうで、広大な土地に農業を持ってて、もともと農民だからって国としてカウントしたの。その時に日本で一番権力を持ってるのは天皇でも何でもなくて仏教の比叡山延暦寺だって気づいて焼いたの。だから女子供根絶やしにしたのよ。そっから大戦争が始まるの。だから徹底して焼いてんだよ、織田信長って。だからあれが起こってなかったらね、均衡は保たれてたんだよ。だから魔王って呼ばれるゆえんだよね。うん、その発想はすごいと思う。ニコンさんおはよう。そう、そう、仏教を国としてカウントしたっていうのはすごいよね。比叡山延暦寺を国としてカウントしたっていう。そう。だから、その、と、あの、全国の大名を倒す前に倒さなきゃいけなかったんだ。それを教えるとね、あのね、面白いんだけどね。うん、織田信長いかに天才だったか。天才というのか、残虐というのか。うん、普通はね、頭、大将首を取って、で、兵力を自分のところに味方つけるの、農民とか、土地を支配する。でも、比叡山延暦寺、なんで女子供焼き討ちしたかっていうと、思想が植え付けられてたから、トップが入れ替わるシステムまであったのよ。だから頭の首一つ取っても全部入れ替わるだけなの。だからもう思想が植え付けられて洗脳されてる民族だから、ブワーって全部焼いたの。復讐も怖かったから。一向宗に手を焼いてたからかな。そう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 。要は仏教も兵力とかしてたから、その頃は。和道さん、学生の時に和道さんのこの放送聞いてたら歴史をもっと好きになりそうだ。違うんだよ。あのね、俺歴史苦手だったの。暗記ばっかりさせられてて。でも、そういう本とか読むとめちゃめちゃ面白いんだよ。やっぱ人間のドラマだから。だから本当のことって教えてもらえないんだよ。例えばそのさっき言ったけど、関ヶ原の恨みがその島津家に残ってたわけじゃん。要は、足利とか島津っていうのを遠ざけたっていうのはそこなのよ。鹿児島の奥地に。で、その恨みつらみが200年後力が弱まった時に倒幕に走るわけよ。この歴史って繋がってんのよ、恨みつらみが。だから憎き徳川、要は敗北した徳川を200年後300年後に倒すって話なのよ。面白いでしょ、そう考えると。だからその明治時代っていうのはその薩長を基軸にしてるのよ。その国会議員の中身見てごらん、薩摩と長州藩ばっかりだから
そう、流れなんだよ。で、その武闘派の薩長がやってるから世界侵略に行っちゃうの。要は戦争鬼強い薩長が国を取っちゃったから軍事国家に変えようとするのよ。それで世界に敗れるっていう第二次世界大戦に繋がってるんだよ。そう。だからさ、ペリー来航とか言ってるじゃん。開国とか言ってるんだ。あれ違うよ。ペリーって戦争仕掛けに来たんだよ。それも教わらないでしょ。みんな黒船がすごい船来て、わあ文明開化だとか言うわけないじゃん。あれだよ。要はこの国を開国しなかったら、この黒船でお前らの国焼き払うぞって言って、対抗できなかったからなんだよ。だから当時の文献に書いてあるけど、黒船がバーって来たじゃん。あれだよ、徳川大砲撃ちまくってんだよ。知らないでしょ、みんな。あれ、綺麗に平和になったって話じゃないの。日本が世界に開かれたんじゃなくて、黒船っていうさ、イージス艦みたいな当時の最高の戦力来て、どうしようもねえやっつって、もう戦争仕掛けられるぐらいだったらっつって、幕末に向かってくんだよ、一気に。うん。そうだよ。うん。例えば、あと、その、ね、ジハードとかさ、イスラム教の戦争とかよく分かってないけど、あれ1000年続いてる戦争なんだよ。イスラム教とアメリカの1000年続いてる戦争なの。だから、その、イスラム教の側だよ、ジハードとかさ、十字軍とか言ってるじゃん。十字軍習ったじゃん。1000年前エルサレムを奪還とか。だから、イスラム教からすると、アメリカの兵士っていうのは、十字軍なの。キリスト教の十字軍。で、日本が支援するって言ったら、イスラム教なんて鮮明。要は ISIS はなんて言ったかって言うと、日本が十字軍に落ちたって言ったんだよ。お前らも敵だって言った。だこれ1000年続いてる話でしょ。不平等等条約。あ、ごめん、そこまでわかんないわ。そう、開けざるを得なかった、うん。ちなみに、ペリーの黒船っていうのは、アメリカ大陸から日本に、なんだ、蒸気機関で来れない。3分の1ぐらいしか渡航できないの。だから日本の近くまでは普通に補船、要は風でバーってやってきて、よっしゃ日本見えてきたぞ、エンジン回せっつってズゴーってすごい音立てて威嚇のためにやった。要は俺らはこれくらいのすごいものを開発できるぞっていう。本当はアメリカからその蒸気機関で渡ってこれない。普通に砲張ってきたんだ。かわいいよね。要は張ったりね。でも日本にはそんなもんなかったわけだ。エレキテルとか言ってたわけだ。エレキテルすげーとか言ってたわけだ。電気ってものをね、すげーすげーっつって、オランダすげーっつってたわけ。ね、長崎から持ってきたものをね。ハッタリ大好きアメリカ。アメリカは戦争強いよね、やっぱな。アメリカは戦争強い。風船ありがとう、ここ。ありがとうございます。面白いよ。なんか俺ちょっと寂しいのがさ、さっきまでさ、すげえアンチコメじゃないけどさ、すごい反論してたマンコがさ、気分悪くさせてごめんな、勉強になりましたっていう、ちょっと敗北宣言してからさ、いなくなっちゃったのがちょっと寂しいよな。さっきまで俺の上げ足を取ろうとさ、それウィキペディアに載ってるんですかとかさ、ネットに載ってない情報は検索できませんって、ブワーアンチコメ書いてたのに、いなくなると寂しいもんだな。うん。潔が良すぎる。悲しくて目が覚めたけど、和道さんの放送、面白くて元気になるな。あ、よかったよかった。開けざるを得なかったことを知ると面白いな。そうそうそう。だけど、日本のメンツもあるわけじゃん。日本としてはさ、戦争で負けて無理やり開国されたって言わないでしょ。歴史の教科書だと。要はなんか、文明がすごい花開いたんです。開国素晴らしいでしょみたいな。違う違うって。徳川がメンツ潰されたんだよ。うん。俺は鎖国はすごい正しい政策だったと思うし、日本は鎖国、まあ今でもやってるけど、経済的な鎖国はやってるじゃん。向いてると思うよ。寝ちゃったんかな。アメリカの配信者ってヒカキンより強いんですか。稼いでる額は10倍じゃ効かないだろうね。うん。単純計算すればわかるけど、英語圏の人、英語を使える人って10億人いるわけですよ。日本語を使える人って1億人ぐらいでしょ。金を使える人って。ってことは10倍稼げるっていうふうに、要は言語の壁だと俺は思ってる。
言語の問題だけで10倍マーケットがでかい。だから中国だったらもっとでかいよ、ね、うん、というふうにしか、綺麗なことしか教わらないの。そりゃそうだよ。キリスト教だってなんだってそうやってやってる。キリスト教ってこれ歴史の章だからね。みんなさ、聖書読むとわかるんだけど、例えばさ、ユダヤ人の迫害とかさ、ユダヤがなんで国持ってなかったとか、なんでユダヤ人が金儲けうまいのかとかって歴史の教科書に書いてあるんだよ。これ聖書って歴史の教科書だから。で、キリスト教徒が都合のいいことばっかり書いてんのよ、これ。だからさ、みんな知らないかもしれないけど、ピラミッドで奴隷でさ、作ってたのってユダヤ人なんだよ。みんな知らないでしょ。その、ユダヤのピラミッドってなんかさ、現地の人たちがせっせせっせと作ってた、その褐色の肌の人って思うかもしれないけど、ユダヤ人めちゃめちゃ奴隷で行ってんのよ。知ってた？みんな。書いてあるんだよ、聖書。うん。そして朝だね。ホームラン級のバカ野郎いらっしゃい。だから日本人がそれ聞くとえって思うのよ。そう、ピラミッド建設にユダヤ人奴隷で関わってた、何言ってんのワドみたいな。だけどそのエジプトを出る話が出エジプト記なわけでしょ。モーゼが海割ってって、モーセか、モーセが海を割ってって、そうだよ。あ、ユダヤ人だけじゃないけど、ユダヤ人は奴隷でそのエジプトの方に行ってるの、国を追われて。でそのモーセっていう人がこう海を割って大陸を渡ってっていう話よ。ユダヤ人迫害はドイツの、だからユダヤ人が金融業とか強すぎて、要は銀行とか全部ドイツのそのなんていうの、財界人がユダヤ人ばっかりになっちゃったの、優秀だから。それでヒトラーが恐れてユダヤ人を迫害して全部取り上げたの、国。だユダヤ人はね、もう悲劇の民って言われてて、国をずっとないのよ。で、地方を点々と移動するのよ。だから今起こってる戦争も全部繋がってるんだよ、これ。聖書に書いてあるよ。うん。そう。だから、もう優秀なの。ユダヤ人。めちゃめちゃ賢いの。なんでかっていうと、稼がないと生きていけないっていうのを分かってるから。で、先民思想って言うんだけど、ユダヤ人以外は人間じゃないっていう教えなのよ、簡単に言うと。要は、モーセの10回でもそうでしょ。神に選ばれた民、要は先民って言うんだけど、選ばれた民以外っていうのは人間じゃないっていう根本的な考え方がある。だからユダヤ人同士の金貸しって禁止なの。で、ユダヤ人がなんで金持ちになったかっていうと、ユダヤ人以外いっぱいいるでしょ。この人たちは先民じゃないから金貸していいの。頭いいでしょ。だからヘリクツがうまいの、ユダヤ人は。だってイスラム教もキリスト教もいっぱいいてさ、全員嘘つきなんだから、神の子供じゃねえんだから何やったっていいじゃん。そう、ユダヤ教のルール以外のことができるわけよ。だから合理的だよね、すごいユダヤ人は。和道さんは、関の都市伝説どう思いますか。あいつは天才だと思う、本当に。あのね、都市伝説、要はね、あれは、合ってるとか間違ってるとかいうもんじゃなくて、その、要はさっきのやついたでしょ？さっきのマンコみたいに、A っていう話と B っていう全く話のワードをうまく、その空白の部分をつなげてストーリー化するのがうまいの。だから面白いの。人間って、その心理学であるんだけど、A っていう事象と B っていう事象、全く関連性がない2つのワードを教えると、人間でストーリーを作るようにできてるの。絶対そうなの。そういう脳みそができてるの。全く関連性のないものを2つだけ、情報、これとこれは繋がってないですよって教えないで、ポンポンって置くと繋げちゃうの。これが都市伝説が生まれやすい。要は頭のいい、その、官僚とかさ、権力者っていうのは国民に部分的にしか情報を教えないでしょ。で、国の政府もそうやって織田信長がなぜこれをやったのか教えないわけじゃん。都合が悪いんだよ、バレると本当のことって。だからその民間の中で勝手に広まっていくことが都市伝説ってやつで。だからそのなんつうの、エンターテイメントとして楽しむべき。ただ事実と事実が席のうまいところって、要は突拍子もないことと本当の事実を織り交ぜていくから面白い。エルノシアおはよう。うん。
なべさん、どうもどうも。だからトークのスペシャリストだよね、あいつは、関は。でもその都市伝説の中には本当のことっていうのがあるんだよ。どこまでが本当か。例えば宇宙人はいますよ。あの確率的に考えて絶対いるの。ただそのいるんだけど、いるって言えないんだよ。もうだからあの世界の政府のトップとか頭のいい人は宇宙人いるのなんか分かってるの。あの確率とかを勉強してる人は絶対にいるって分かってるのよ。そうだけどそのファンタジーにしないといけないのよ。なんでかっていうと本当のことがバレると困るから。エリチンさんおはよう、クラナドさん、初見さん楽しんでってください。オフスプリングのサムネとかもうかっこよすぎるでしょ、うん、久々見たわ。いいねこのサムネ、オフスプ。だからね、その人間、その攻殻機動隊っていうアニメがすごい好きなんだけど、草薙素子がね、すごいいいことを言ってて、あの人間が一生涯に得る情報なんかたかが知れてるって言ってんのよ。生きてく上で得る情報量って人間たかが知れてんのよ。で、本当の真実っていうのはみんなの体験。要は痛いとか、嫌なこととか、嬉しかったこと、気持ちよかったこと。いろんな体験あるでしょ。それが真実よ。それは嘘つかないから。で、宇宙人はいないって言ってるのは頭おかしいやつだよ、俺からすると。宇宙人がいないわけないんだから、どう考えたって。冷静に考えて。俺はあの陰謀的に宇宙人いるって言ってる説じゃなくて、もう普通に冷静に考えて宇宙人いないっていう方がおかしいって言ってるの。絶対いるんだよ。でもね、本当のことがバレると都合が悪いの。権力者からすると。大衆をコントロールできなくなるから。そういうもんですよ。例えば、その、地球の砂粒の数ってものすごい数になるの分かる？砂漠とか日本の海岸とか砂粒の数をイメージしてほしいの。あの地球上にある砂粒の数ってもうとんでもなく多いでしょ。それは分かる？地球上にある砂粒の数って多いの理解できる？バカでも分かるじゃん。数えきれないぐらいあるわけよ。それよりも宇宙にある星の数の方が多いの。わかる？この宇宙の膨大さ。ほぼ無限にあるんだよ。わかるでしょ？で、地球しか生命体がいない？知的生命体がその膨大にある中で、地球しか知的生命体がいないなんて考えるのは浅はかなんだよ。そう。だから今わかってる理論だけでももう単純計算でわかる。でしょ？だから宇宙人がいないって言ってる方がおかしいの。で、ホーキング博士が言うには200万個体いるって言ってるのよ。知的生命体。この宇宙の中で、今分かってる宇宙の中だけでも200万個体はいるって言われてる。その太陽系とか、要は太陽があったり水があったりとか条件を出してるんだけど。そう。ただ、そう、なんで接触が起こらないかっていうと、それくらい宇宙が膨大に広いから。砂の数ほどあるけど、星と星との距離感もわかるじゃん。膨大すぎるの。で、知的生命体っても星の末期に誕生するのよ。あの、成熟した星、要は宇宙時間で言うとかなり時間の経った星じゃないと成熟しないっていうのもわかるじゃん。DNA 構造とか。それを考えると、星の末期にできるから、生命体って。だからね、すれ違えない。同じ時間軸とか距離感が遠すぎる。だから宇宙人と宇宙人はすれ違えない。ただその電波であったり光であったりなんかわかんないけどメッセージは発することできるじゃん。人類はねそれを傍受できるかどうかだと思ってるよ。どっかの星の知的生命体が出してる電波なのか何なのかを受け取れるか、そういう
時代になってるんだと思う。要は移動は不可能って言われてるから、ものすごい奇跡的な確率だから。そう、だから通信はできるようになるんだ、宇宙人と。いや、ナベさんよ、おう、俺はよ、宇宙人はよ、いねえと思うんだよな。ああ、なあ部長、ガランガラン、な。人にマイクロチップだったかな、将来人々に埋め込まれるのが当たり前になるっていうのびっくりした、都市伝説から。現在もうマイクロチップ埋めてる人50万人います。体のどっかにマイクロチップを入れてる人が現在50万人いる。で、みんな知らないかもしれないけど、アメリカの兵隊さんっていうのはもう全部入ってる、全員入ってるチップが。要は死体とか、死体になった時回収バーコードでピッてやるな。そしたらもう、あの昔で言うドックタグよ、この人が誰、土地はどことか処理するために全部入ってるよ、ピッて。全然います。あのそれは都市伝説はではなくて事実です。はい、今現在いる。うん、だからね、そう、事実のことと、要は普通の人が知らない事実とファンタジーを織り交ぜたのが都市伝説、話として面白くするかどうか。うん、例えばあの俺がよく話するのが、いや、みんな聞いて、めちゃめちゃ面白かったんだよ、やばいよこれ。あのね、アディダスのショップがあったのよ。アディダスの専門のショップがあって、要はアディダスの商品がブワーって並んでるところを旅先でめちゃめちゃ笑ったんだけど、あ、誰か出てきたと思ったら、ここにナイキの T シャツ着てるやつが出てきた、やばくないっていう話があったとするじゃん。だけどこれ蓋開けたらさ、別に全然面白くない話だ。アディダスショップからナイキの T シャツ着たやつが出てきただけって。要はね、トークって言い方であったりとか誇張であったりとか面白い喋り方とかいろんな技法があるのよ。あ、この前さ、アディダスのショップからナイキの T シャツ着たやつ出てきたんだよね、めっちゃ面白いでしょって、なんか面白くないじゃん。これをどう面白くするかなんだよ。これを一番うまいやつって俺、あの千原ジュニアだと思ってるの。千原ジュニアは何話してもすっげえ面白く感じるトーク術っていうのを持ってるのよ。マジっすか、いや考えられないっすね。うん、だからね、あんまね、その話術みたいなものに騙されなくなると、あ、これはテクニックだなっていうのを省いて情報を収集できるようになると、あのどれが事実なのか真実なのかとか見えてくるんじゃないの。いや、千原ジュニアは本当にすごいと思うよ。なんか、いや、焼きそ、兄さん、焼きそばをって、考えられないとか、もう、なんか別に普通の話なんだよ。普通の人が話したら普通の話なんだけど、だからね、これわかるってみんな言うのは、滑らない話を居酒屋で話してるやついるんだよ。面白くないでしょ。居酒屋にいるとサラリーマンがなんか滑らない話、DVD で見たやつをまんま普通に話してるやついるんだけど、まあ面白くない。それは話芸がないからの。要は抑揚、間、テンポ、振り、全部ぐちゃぐちゃなの。だから単純に面白くない。でも力ジュニアクラスになると、一個のワード、いや石川の隆起とかもそうなんだけど、そうそうそう、宮川大輔とか、あの芸人さんの芸人って何たるかっていうと、日常で起こってることを、例えばシャワーバーって浴びて朝熱っっていうエピソードがあった時に、いやもう聞いてくださいよって、朝蛇口ひねったら水ブワー見てサブーと思って風邪ひくと思ったんですよって。で、僕そこそこ稼いでますよ、億万長者ですよ、電気代払うの忘れてたんですよって、どんどん持ってくの芸人さんって。ただちょっと熱っていう事件を、こう水だった、冷た、寒い、風邪ひくって、なんでお湯出ないのとかエピソードを入れてくので、本当はお湯だったのに水に変えたり、電気料金払ってない、ただこれだとつまんないから、あ、ガス代払ってなかった、ガス代払ってなかった振りは何なのかな、お、いや俺億万長者なのにとか、
で、いや、俺が億万長者って言うとやらしいな。よし、これを誰々に後輩に言わせよう。先輩、億万長者じゃないですかみたいな。こうやって、その、芸人さんって組んでくの、トークを。言い方とか。そうそうそう。俺は和芸ってやつね。うん。ヒカル君は入ってないよ。じゃあ、ヒカル君と、あの、金梅さんのコラボってどういう構成かっていうと、ヒカル、いや、マジやばいっすよ、マサ。マサ、アイコてめえ、アイコ。おい、ヒカルやめて、ヒカルお前、ヒカル、っていうのが4時間ぐらいだ。大体この構成。これすごいと思うよ。うん。ヒカル、ヒカル、バイサーやばいっすね。超楽しいっすね、バイサー。これを4時間、4時間で3000人ぐらいで見るっていう。すごい構成なんだよ。大体音にするとこんな感じだから。うん。すごいでしょ？うん、ニコ生の配信とか、俺結構動画見て面白いなと思ったのぴょこたんかな。ぴょこたんすごい構成がうまいと思って、うん、あとみどりさんはやっぱうまいよね、ミスターニコ生って。いや、この二人はもうすげえなと思う、うん、まあバエさんバエさんで、うん、すげえなと思うとかあるんだけど、構成力の凄さで言ったらやっぱぴょこたんとかね、やっぱね、そのチャンネルホルダーぐらいになると面白いよね。独自の世界観持ってて、強みも持ってて。あとやっぱヨッサンとか野田ゾーリは、あの、ひろゆきのニコ生の座談会みたいなの出た時に、もう群を抜いて面白かった。ツッコミとかキレッキレだよね。七原くんわかんない、ごめん。うん。いや、あのね、金梅さんの面白さとか、ヒカルくんって雑談力皆無なんだよ、実は。あの、1ヶ月に1回起こす神回が面白すぎて、だから定期的に警察だとやんないとダメなんだよ。まあ、ジョーブログは昔からファンですよ、僕は。うん。ジョーブログは、あの、すごいいいですね、うん。むしろファンですね、僕は。ジョーブログすごい好き。うん、昔から注目してた。あ、この子はすごい、あの、いいなと思って、うん。雑談力皆無でしょ。ひける。マジか。指で。指で。って感じでしょ。何のメッセージ性もないから。逆に、あのね、コメント欄消して、バエさんの放送見てごらん。コメント欄一切見ないで、バエさんだけ見んの。要はあの、設定で最大化にするのよ。ふわっちの画面。そしたらもうこんな感じだよ。へぇ、ひける。マジか、指で。指で。おい。こんな感じだよ。すごいよ。もうすげえなと思う、うん、マジで雑談力皆無だ。キチガイにメーター振り切ってるの、うん、ステータスをキチガイステータスに振り切ってるから、うん、バエさんはそれ自分で分かってると思うよ。天才なんだよ。要はもう雑談で勝負したら負けるっていう。ただ一点、キチガイっていう武器だけはもう死守するっていう。だからもう一ヶ月に一回は必ず気違いやるっていう。うん。だからもうレジェンドたるゆえんだよね。他のステータスが弱すぎるもん。だからチャンマンとかはそっちじゃないよね、やっぱ。雑談力が高すぎるタイプ。石川の竜樹とかね。うん。だから関慎吾は、だから金を溶かすっていうのを定期的にやらないとダメだっていうのを分かってるから。うん。やっぱその金系のネタで、金が入った金を溶かすっていう芸風は、やっぱあれ芸風なんだなって思うよ。うん。
こんなこと聞いたらダメかもしれますが、和道さん、お尻はバージンですか？僕はお尻はバージンじゃないですね。ピンクローターも入ってるし、あの、五反田の風俗場にアナルは開発されてます。チンコは入れられたことはないですね、僕は。うん。天才タイプだよね。本当に。お、カルシウムいらっしゃい。うん、俺、カルシウムが花火投げてるの笑ったんだけど。ドーンペイってやりながら、カルシウムが投げてるよっつって笑っちゃったよ、俺。うん、なんか、花火、なんかこう、ガンガン投げるイメージがなかったから、すげえなと思って、カルシウムが投げるってよっぽど面白かったんだろうなと思って。あれ良かったよね。ノリが面白かった。銅は正って言ったら銅ですね、キーム。あ、そう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 。銅だね。うん。攻めの人だよね。チンコはバージンなんですね。了解です。俺はないっすね。別に偏見とかないけど、ゲイの人には。うん。別に、男同士でセックスもいいんじゃんっていう。否定は一切ないっすね。このネックレス、夏場かぶれるかぶれる。もう別のネックレス買おう。もう首がブツブツよ。なんのネックレスがいいかな。なんかね、ネックレスをつけてないと、こうピンマイクホルダーがない。子供は欲しいと思ったことっていうか、まあ、あの、うん、どうだろう。別に授かるものだと思ってます、僕は。自分で作るものではなく、授かるものっていうイメージかな。だから、あの、欲しいとかいうもんじゃなくて、愛し合った末、授かるものっていう、そういうイメージで、俺は。それでいいんじゃないかな。あ、あ、あ、あ。なんかこう、しっくりくる。コウノトリが運んでくるっていうのが、うん。多分ワクワクするんだろうね。期待してみちゃうんだろうね。ヒカルくんとか、キンバイさん。なんか今日やってくれるんじゃないかっていうかさ。うん、なんかこいつやってくれるんじゃないかなっていう。そういうのは感じるよ。いい配信者だよね。インディアンアクセサリーはね、ターコイズとか好きなんだけどね、なんだっけな、ターコイズの伝説的なね、人いるんだよ。も、インディアンの末裔の人で、なんて言ったかな。その人のアイテムだけは欲しいんだけど、もう死んじゃってプレミアついてんだよね。もう芸術なんだよ。名前なんて言ったかな、弟に教えてもらったんだけど、画像検索でその人の作品、あのね、普通の作品と明らかに違うの。なんて言ったかな、名前が出てこないんだよな。もうね、明らかにアートなんだよ、その人のは。あ、ちょっと待って、ね、検索するから。結構その界隈では有名な人らしいんだけど、もう明らかにね、才能が突出してるんだよね。異常なぐらい、うん、あー、また揉めたね、うん、あ、仲良しだからほっといていいよ。次の日には覚えてないっすね、ベースさんって。いいっすよ、全然覚えてないっす、酔っ払っちゃんでっていう。もうそのパターンだから、うん、酔っ払いだから、あの二人ただの、うん、どれかな、ちょっと待ってね。おはようミュール。インディアンジュエリーで有名な人。なんて検索すればいいんだろう。ちょっと待ってね。バングルで有名な人なんだけど。うん。あ、これ、この人かな。なんだ、これかな。おい、おはよう、麦さん。おはよう。楽しんでて。インディアンジュエリーのバングルで、もうね、明らかにこの人の作品だってわかるの。とんでもない才能がある人が。なんつったっけなぁ。
で誰も真似できない世界観なんだよな。出てこねえな。これかな、うん、違うな。ちょっと出てこないな。その人のは1個欲しいなっていうのあるんだよ。ただね、もう100万ぐらいしちゃうんだよね。もうプレミア中のプレミアなんだよ。なんて検索すればいいんだろう。トロラ、トロイラナ、トロイラナ、トロイラナ、ちょっと待って、トロイラナ、違う、全然違う。ターコイズとかの、あの、インディアンジュエリーっていうの、それのバングルで有名な人。ソソさんおはよう。クロスケおはよう。みんな起きてきたね。和道リスナーたちが。検索すればいいんだろう。もうね、作風が他のとはね、桁違いにすごいんだよ、うん、そう。でもうね、この人の作品だって作品見たら分かるぐらいね、独特なの。あー出てこねえな、名前が。画像検索でね、それを見てるんだけど、気になる。ちょっと待って。でもね、もうすごいっていうよ、アートの世界だから。ローカルで有名なんだろうね。こんだけ出てこないってことは、その好きな人は好きっていう。出てこねえな。弟がそれやっぱ一個所持したいって。マーセラ・ジェームズ、マーセラ・ジェームズ、ちょっと待って。マーセラ・ジェームズ、うんー違うな。なんか一回見つけたんだけどね、配信する時間決まってない。俺が起きてやりたい時に配信する。もう好きな時に好きな場所で好きな人と好きなことを好きなだけやる人生にするって決めたから、それ以外はやらない俺は。ダメだ、出てこねえわ、ごめん。まあそれは欲しいと思う、インディアンジュエリー。その普通のインディアンジュエリー全く魅力感じないけど、その職人さんが作ったアイテムだけはいつか所有して、あったかな、あったかな、この人っぽいな。出たか、ちょっと待って、出たっぽい。パトリシオさんがアイテムを着用、パトリシオ、パトリシオかな、パトリシオ、うん、佐野智則、哲也さんいらっしゃい。ちょっと待ってね、違うな。
難しいな。これがそれにすごく近いの。これがその人の作品に近い感じがするの。独自の世界観なんだよね。これかなり近い。ただね、もっとね、すごいんだよな。要はね、もう、ランダム性を入れてるんだけど、芸術性が半端じゃないの。これかなり近かったんだけどね。びっくりするよ、もう。ターコイズだけでこんなことになるのかっていう。なんつったっけな。寝てないよ、ゆうさん。おはよう。おはよう。出てこないな。ゴローズ？ゴローズってなんだろう。あ、ナバホ族。ちょっと待って。ナバホ族。違うな。そう、すげえ出てこないんだよね。そう、俺がそれじゃないんだけど、弟がすごいその人を尊敬してて、そのネイティブインディアンだかなんだかのアーティスト、もうね、世界観が独特で、もう超プレミアなの。普通にその人はシルバー3万とか5万とかで作ってた人なんだけど、うん、だけどもう、そう、知ってる人の、もう要はその人が死んじゃって手作りで作れなくなったから、プレミア中のプレミアになってて、その、インディアンジュエリー好きな人からすると、手が出ないものになってんだよね。ああ、わかんないわ。俺、インディアンジュエリー全然詳しくない。ただね、もうその人が作る作品は本当にかっこいいんだよね。出てこねえなぁ。なんだろうな。こんだけリスナーさんいて申し訳ない。なんか、もやもやさせて。死んじゃってるもん。ゴローズ。じゃあ職人さんの名前よ。ゴローズ。いや全然違う。これショップの名前でしょ。全然違う。その伝説のインディアンがつく、インディアンジュエリーを作って伝説の職人みたいなのがいいのよ。でその人の作品がもうアート、芸術の域なの。なんて検索したらいいんだろう。ターコイズ。バングルー、バングルーインディアンプレミアでも出てこない、伝説でも出てこない。なんて検索すればいいんだろう。レジェンド、レジェンド、検索の仕方って難しいな。作品見たら一発でわかるから。レア。おはようポテチ。おはよう。今起きたの？今日もよろしく。バングルインディアン。レア。レア。プレミア。プレミア？プレミアで検索してみようか。プレミア。バングルインディアンプレミアにしようか。プレミア。チャールズ・ロロマ。ああ、それかもしんない。ちょっと待って、どうやって検索したんだろう。チャールズ、ちょっと待ってね。ロロマ。ロロマね。それかもしんない。これ、それ、正解。イコメさん、ありがとう。それです。俺が言ってたの、それ。チャールズ・ロロマっていう人。ありがとう、ありがとう、イコメさん。なんで分かったの？チャールズ・ロロマです。正解です。これ。やばいでしょ、世界観。これは一本欲しいと思ってる。もう世界観がすごい。これとかさ。やばくない？この世界観。俺はこの人の作品を弟に見たときに、あ、本物だと思ったよ。こういう世界観やばいでしょ。
よくわかったね。指輪とかも超かっこいいのよ、これ。もうこの人が作ったって一発わかんの。ありがとう、チャールズ・ロロマ。チャールズ・ロロマで合ってる。すごくない？この世界観。なんでわかったの？この人。これターコイズとか、木とか、もう要は、その、なんつうの。ターコイズももちろん使われてんだけど、この人は伝説なのよ。素敵でしょ？これは一生もので一個欲しいなとこの人の作品を思う。一本一本手作りなのよ。で、もう死んじゃったんだけど、もうプレミア中のプレミアで、その、なんつうんだろう。この人はすごいらしい。その、インディアンジェリー。ありがとう。よくわかったね。すごいよね。もうターコイ、俺インディアンジュエリーとか好きじゃないんだけど、正直。この人の作品は腕につけたいと思ったもん。すごいかっこよくて。すごいよね、世界観が。すごくない？なんかこう、もう何とも言えない。もうこの人の作品だってすぐわかるんだよね。あ、天才だっていう。あ、そうそう、インディアンジュエリーで超有名で、だけど、その、検索の仕方がわかんない、名前出てこないって言って、誰かが言ってくれたの。チャールズ・ロロマでしょって。ありがとね、イコウメさん。そう。これはさ、もうすごいじゃん。これは欲しいんだよね、この人の作品。うん。ありがとう。ようやく名前が、うん。ありがとうございます、教えてくれた人。ああ、よかった。もやもやが取れたね。チャールズ・ロロマ。1000万超えるぐらいのプレミアつく。やべえ。ごめん。100万じゃ効かなかったわ。1000万超えだって。やば。それは無理だわ。車買えるな。高級車乗れるな。でも、そういう人って憧れるんだよね。この人のこれっていう。うん。追うって感じだよね。インディアンジュエリーとかじゃないよね。本物の天才が作ってるってわかるよね。うん。結構するよね。どうする？これで、今見てる人の中に超億万長者がいて、ピンポーンつって、郵送で送られてきましたつったら、チャールズ・ロロマが送られてきたらさ、ここについてたらかっこいいだろ。俺はそういう人生にしたいの。天城風がもう天才？おい、ワド、お前チャールズ・ロロマ似合うからお前にやるよ、つって。メッセージ付きで。そういうふざけた人生にしたい。天城府のレベルがぶっ飛んでるっていう。アマゾンじゃ売ってないけどね。だからそう、いつも言ってるけど、本当に価値のあるものは金持ってても買えないんだよ。日本刀とか、の、ね、趣味の人とか知ってるけど、日本刀ってお金出しても買えない店っていっぱいあるんだよ。その、店の店主がその主人がどういう人かを調べて、で、あなたに合ってる刀かどうかっていうのを見て、それで初めて値段が折り合って売るのよ。だそういう世界なんだよ。本当に価値のあるものは金だけじゃ手に入らない。ちょっとトイレ行ってくる。例えばさ、それってどういうことかっていうと、例えば、シドビシャスが大好きで、シドビシャスを崇拝してる人っているわけよ。パンクスの中に。シドビシャスわかるでしょ。で、シドビシャス好きな人は R のネックレスを持ってるの。R の南京錠を持ってるんだよ。ただ、本当にシドビシャスが好きな人は、シドがつけてた R のネックレスが欲しいわけよ。わかる？
これがプレミアなんだよ。要は俺のこと本当に好きなファンは俺がつけてたこれが欲しいの。これはこの値段じゃ買えないんだよ。俺と友達であるとか俺と親交があるとか白ビシャツと仲が良かったとかじゃない、手に入らないじゃん。だから俺はそういうものに価値があると思ってる。うん。千代子さんはどつ、おはよう。まあそうだよね、インディアンジュエリーを題材に使ったっていうレベルだよね。もう俺も本当にそう思う。だからインディアンジュエリーが好きなんじゃないんだけど、もしインディアンジュエリー身につけるとしたらこの人のアイテムは1個所持しておきたいと思ってる。そう、本当に金持ちになったら、うん、だから腕につけてみたいね、本当の作品っていう、その芸術作品を。でもね、最近ね、なんかね、ワドオシャレってコメント欄に書かれるんだよ。ワドオシャレだなって。何にもオシャレじゃなくない？ジーパンにさ、穴の開いたボロボロのユニクロのジーパンに無印の T シャツだよ。なんで最近ワドオシャレってコメントあるんだろう。ロロマー異端児だからワドオ似合うね。俺はあの人の、なんかこう、よくね、あの、ハンターハンターの念っていうのを見てるとしっくりくるんだよ、俺。そう、本物が作ると物に念がこもる。だからあのロロマの作品は本当に念がこもってるっていうか、異常な才能を見て取れるっていうか。愛ちゃんおはよう。爆乳なんだ。雰囲気あるんだよ。雰囲気あんのかな。別になんかその何着だからあれだよな、俺昔言われたんだけど、何を着るかとかじゃないんだよって、誰が着るのかなんだよって言われたの。すごいかっこいい人がいて、その服どこのブランドですかって、お前バカだなって言われて、お前さって、この服何かとかどうでもいいんだよって、俺が着てるんだよって言われたの。だからかっこよく見えんだよって、お前はだから俺の真似しようとしてもダメだよって、俺みたいになれよって言われたことあんの。すげえかっこよくない、そのセリフ。うん、すげえかっこいいと思ったの俺、それ言われた時。その人に、お前俺の真似しても無理だよって、俺が着てるものを何を着てるかじゃねえんだよって、誰が着てるかなんだよ、俺が着てるからかっこよく見えるだけだよって言われた時に、俺みたいになれって言われた時に超響いたね。かっけえこの人って。そう、俺が着てたら何着てもかっこいいんだよって、うん、すごくないそのセリフ。俺そういうね、なんかね、なんつうんだろう、かっこいい大人に、すげえその人のかっこいいセリフ、それいつか言いたいなって。うん、あ、そうなの、愛ちゃん。ありがとう。これからもよろしくね。フォローよろしく。うん、インテリ感があってシンプルで、ワドさんに似合うからおしゃれに見える。俺はね、もう服はね、あの、カラーはまず白と黒と赤しか身につけないって決めたの。もう、それまでに買っちゃったものはしょうがないんだけど、バッグも赤だし、髪も赤でしょ、黒でしょ、ベルトも赤でしょ。物は赤と白と黒しか買わない。それを宣言してからリスナーさんもさ、そう、こうやってコーヒーメーカーを送ってくれるとき赤と黒にしてくれたりとか、みんな赤黒のものをプレゼントしてくれるのよ。な、腕も白と黒です。もう自分に合ってるの、赤と黒が。赤と黒と白。そう。もうそれ以外のものをなんか身につけたくない、自分のアイテムで。実は金も好きなの、ゴールドも好きなんだけど。うん、自分のテーマカラー、うん、赤と黒と白のものでかっこいいものがあったら教えて。ワド似合いそうだよとか、うん、霊感はないかな、うん、黒しか着ないんだ、うん、茶が黒と白の好み、うん、黒をベースに赤と白ってアクセントにすごくいいんだよね。すごいグッとくる、うん、好きなんだよね、うん、だから自分の世界観をゆっくり作っていってんの、ビジュアル的にね。バラ線のネックレス、これはなんか何のものでもない無名のメーカーで、なんかパチモンだと思うよ。3500円だったから、
シルバーですらないよ。うん。うん、メガネ、丸メガネ、そろそろもう一種類ぐらい、なんかおしゃれで欲しいなと思ってて。このメガネ、なんか結構、その、今やりたいファッションに合ってないから、パンクファッションにしたいから、黒縁のメガネに変えようと思ってんだよね。初見さんいらっしゃい。マリコさんかな。マリコさんぜひフォローよろしく。初見さんありがとう。おはよう、マセキ。うん。夏の黒は汗の白いの。吹き出るね。毎日変えないとね。マガープレゼントありがとう。でもね、これデザインは気に入ってて、実はこれ原宿で中学生の時に買ったのよ。でこの前この666のアイテムが欲しくて原宿買い行ったんだけど、そのまだ店が続いてて、でこれあるって聞いたらまだあるかもって言って、おばちゃんが引き出しやらなんら狭い店を引っ張り出したら2つだけ残ってたの。でおばちゃんこれ17年前俺中学生の時買ったんだよって言ったら、ああ、もうつけてつけてっつって、つけたらもう買うわーっつって、いくらっつったら3500円っつって、うん。おばちゃんももう喜んじゃってさ、私ももうこの店30年だよとか言って、うん、そう。中学生の時に売ってたアイテムが未だに売ってるってすごくない？残り2個は買いでしょ、うん。なんかもう嬉しくなっちゃってさ、中二病のね、これかっけーがまだ残ってたんだよ。これはなんか、その、ねえ、なんか飾っておきたいよね。中学生の頃のアイテムだよ。パチモンだろうけど。ソーネックレス流行ってんの？うん。いや、いいじゃん、いいじゃん、千代子さん。うん。俺、ちなみにこれ、ポイントカラーだけじゃなくてアシンメトリーなんだよ。こっち側は長いんだよ。わかる？こっち側長いのよ。ロングなの。こっち側。で、こっち側ね、ショート、もう生えてきちゃってるから分かりづらくなってるけど、アシンメトリーなんだよ、これ。こう長さになるか。そう。こっち側短いの。反対が、この辺が、ほら。で、アシンメトリーで、長さが違う、左右。こっち刈り上げないとね、分かんなくなってきた。うん。ピターって揃えると分かるけどね。うん、いいでしょ、うん、これを立ててるの普段。こうすると分かりやすいかな。バラバラなんだよ髪の長さが、うん、違うでしょ。和道で配信で大切にしてることって何？リスナー以上、うん、それ以上もそれ以下もない。配信で大事にしてることはリスナー。うん。闇金牛島くんなんで言われんだろう。寝れなかった？ズワイガニおはよう。うん。いや、だから俺夢だったんだよね。そう、配信で奇抜な髪型やるのって配信で食えてる証拠だから。石川のりゆきさんとかみんな派手な髪型やるじゃん。野田総理とか。ああいうのが夢で、俺もちょっと配信業だから、配信者らしく頑張ろうみたいな。あ、これね、まさゆき本当だからね、これ本心だから。結構奥が深いんだよ。大事にしてるもん何？リスナー。っていうかね、それみんな同じ答え出すよ。結果出してる人は。うん。嘘、ズワイガニ会う？ちょっと会いたいんだけど。時間があるなら。連絡ちょうだい。空き時間があるかどうか、LINE に。今週も頑張ろう、きなこ。私は和道にアイテムも送れないし何もできないから昔からの好き。ん？送れないが、昔からの好きだわ。昔からの好き。昔から好きだわかな。うん、ありがとう。アイテムも送れないんだよ。アイテムを送らないんだよ。いつか千代子が、あ、こいつになら花火一発渡し、花火童貞を和道に捧げようって言わせてやるから。和道にだったらちょっと金払ってもいいかなって。うん。そう。それをね、俺すっげえこだわりのある配信、リスナーさんがいたの。俺は金持ってるよ、和道、正直言って。でも、運営に半分取られるの絶対嫌だと。
で、お前が困ったら俺は支援いくらでもしてやるけど、アイテムだけは絶対やらないって言って、俺もそれに対して、アイテムやらなかったらそんなの口だけだわ、つって喧嘩したの。喧嘩じゃないけど、突っ張り合いしてたら、なんか頑張った時にね、ワド、今回だけだぞ、困ったら言えよ、つってアイテムくれた時に、すっげえ嬉しかった。うん。すっげえ嬉しかった、その人が。うん。ワドは可愛いからやるよ、って。うん。困ったら言えよ、って言ってくれた時に、なんか伝わったっていうか、うん、すげえ嬉しかった。ああ、千葉さんの枠から。うん。FC2 も俺もやってて。千葉さんほど結果出なかったんだよね。仕事行ってらっしゃい。頑張って。バタフライテール。行ってら。うん。そんなさ、今時さ、1000円なんて小学生でも持ってるよ。1000円なんて小学生でも持ってるね。1000円あげたくなる配信者になれるかどうかなんだよ。それは俺の戦いなんだよ。こいつ、俺に1000円の価値があるかどうか。うん。1ヶ月に1回ぐらい1000円ぐらいアイテムやってやるか、みたいな。そういう人が増えたら俺はどんどん豊かになるから、それくらいの配信者になってやろうと思って本気で喋ってるよ、毎日。本気で外歩いて、本気で機材、ね、抱えて。それが俺の戦いだよね、配信の。お、ありがとう。花火ありがとう。ありがとう、匿名。匿名さん、ありがとう。うん。プロだな、ワド。いや、まあ、そういうことでしょ。うん。ありがとうございます。うん。ありがとう。うん。助かります。こうして小月が誕生してくんの。配信で小じきと言われる。いてて。いて、ニキビできてる。いって、ニキビどこだ？いって、めちゃくちゃ。なんだ？いって、なんだ？どこだ？すげえ痛かったんだけど。まあいいや。ワドはなんで急にストイックになったりすんの？あー、ストイック、俺ストイックか、ストイックって言葉とすごい縁遠い男だと思ってんだけど、ストイックかな。ありがとう、風船10個ありがとう。俺ストイックかな。いやー、ストイック、いて、どこだ、いってーな、あたり、いってー、なんかどっかにすげえニキビできてる。いやー、俺ストイックじゃないけど、快楽主義者で、好きな人と好きな時に好きな場所で好きなことを好きなだけやる男だよ。どこがストイックなの？ボクシングしたり痩せたり、あー、いや、まあなんだろう。その辺、だから、なんか、自分で誤解されてるなって思ってるところは結構あって、結構その理屈屋っぽく見えるじゃん。俺多分ね、俺のこと嫌いな人、俺のこと理屈屋だと思ってるんだよ。あの、違くて、すっごい感情的な人間なの、子供の頃から。で、子供の頃それこそ本当に感情的で、エモーショナルっていうのかな、怒ったり泣いたり激しかったんだけど、あのね、だんだん伝わらなくなってくんだよ、大人になるにつれて。その、俺の中にあるパッションみたいな、情熱みたいなものって。で、その、煮えたぎる情熱とか、社会に対する反骨精神みたいなの、すごい強いの。それを説明するために言語を覚えていったっていうか、語彙を増やしていったっていうか、理論武装していった。だから、俺の本当の、自分の魅力って中に煮えたぎるその情熱であったりとか、もっと感情的な人間の、それをギューッと理性で詰め込んでるのが俺なんだよ。で、そのみんなはその表面にある武装化された理論、理屈っぽいところが和道だから嫌いって言ってんだけど、なんで捨て子の時再評価されたのかっていうと、その理論武装を全部解いたからなんだよね。わかる？だからあれってこいつって口だけのやつじゃなくて、ちょっと見えたんだと思うの。あれ、こいつってこういうタイプの男だったんだみたいな。
その本質を自分の中の真ん中にある部分を見てもらえた気がして、すごいやってよかったなと思ったよ。うん。俺はね、理屈が嫌いな男なんだよ、実は。だからこそ理屈を手に入れたっていうか。うん。なんでかっていうと、その理屈で負けたくないから。うん。だからそういう変なやつなんだよね。すっごい勘違いされる性格、俺は。うん。だから、なんつうんだろう。自分の中にすごい情熱とか、すごいエモーショナル、もうさっきからそれしか出てこないんだけど、感情的というか、すごいあるんだけど、それだけじゃ通用しねえな、みたいな。あ、ひせさんありがとう。初見、捨て頃よかったです。ありがとうございます。もしよかったらフォローしていってください。なんだろう。俺はなんか結果を出すことが一番重要だと思ってて。で、結果に対してまっすぐなんで、意外と。結果が出る最短ルート、才能がない分時間がかかるけど、まっすぐ歩くタイプだから。フォローありがとう、みんな。うん。そう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 。だから、あ、なんだよ、こいつ。いつも口だけで理論っぽいやつだろって思われてたんだと思うけど、なんか、そうじゃないんだけどなと思ってたけど、要は俺がそういう面を見せてなかったから。だから、そういう風に、あ、和道って、ちょっと思ってたのと違うかもしんねえって思ってもらえたのがすごい嬉しかった。うん。なんだかんだこいつリングから逃げなかったよなとか、あ、一生懸命練習してたよねって言ってもらえるから、あ、よかったなと思って。腹痛い。そう、誤解されやすい。コキンタンおはよう。まあいいんだけど。うん。あの、分かってくれる人は分かってくれるから。うん。それでも、なんか、その内面を見ようとしてくれる人っていっぱいいるから、俺はそういう人がいるだけで幸せだと思ってる。たくさんいるからね。まさに俺のことをフォローしてくれてる2900人はそういう人だと思ってるから、うん、一生懸命、こいついいやつなんじゃないかなとか、いいところ探してくれる人がね、いっぱいいるから、俺は嬉しいよ。そう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 、分かるやつが分かればいいっていうのが俺の考え方。うん、よきさんおはよう。うん。数合わせありがとう。アイテムありがとう。ミュール数合わせありがとう。フォローありがとう。ありがとう。千葉とか来ないどころか、俺成田出身だからね。千葉全然行くよ。うん、千葉のどの辺？人付き合い下手でしょ。どっからどう見ても。うん、どっからどう見ても人付き合い下手でしょ。嫌われる天才だと思ってるよ。うん、おはよう、ミカちゃん。ワドール四段メンバー来たね。おはよう。千葉のどの辺かだよね。千葉っつっても広いからね。この前東金で配信したりとかよくやってるけど。もともと育ちは成田だね。田舎もんですよ。まあ、千葉来ないのっていうか、東京めちゃめちゃ近いから。千代子来ればいいのにって感じだ。新宿なんか別にバカみたいに遠くない。会いに来なよ。成田の隣、印西かな、その言い方は。印西か、東金。印西東金とか、その辺の人が住んでる言い方。うん。うん。なんかね、そんな感じがする。印西東金あたりでしょ。素人でもあれだけファイトすればグッとくるものがありましたよ。どうなんだろう。俺はやり残したことがいっぱいありすぎて、もう一回出たいけどな。ちょっと悔いが残ってしまったよね。桜か。俺静に住んでたよ。
静マインとかわかるかな、ユーカリが丘とか、要は桜で、生まれたの浦安で、3歳ぐらいまで静とかに住んでて、勝田台とかで。で、小学2年生の頃に成田に引っ越した。うん。だから桜は地元の一つだよ。うん。静マインっつったら地元の人しかわかんないし。自分も快楽主義者です。今日から1週間セフレがお泊まりに来てます。あー、おはよう、エージェント、うん、おはよう、うん、でもね、なんか浅い快楽はいらないんだよね、自分の中で。深い感動みたいなものを求めるかも。それに伴う苦痛は耐えられる方だと思ってる。カタルシスっていうの、そういうの、そういう感じ。彼氏がいるんだけど、相手が本気になりかけてます。どう思いますか。なんだろう、俺は好きな人と結ばれる喜びみたいな方がすごい強度が強いから、だから俺童貞に戻りたいんだよね。手つないだだけで射精しそうになるっていうか、チンコびちゃびちゃになるっていうか。あ、全然あっていいよ、全然いいよ、中古。うん、なんか手つないだだけで、好きな子の手つないだだけで、その我慢汁でびしゃびしゃになる頃に戻りたいよね。うん、我慢汁が出る男でありたい、俺は。常に。どんな女性と手をつないでも我慢汁が出続ける男でありたいね。わからない？それ。女の子だったらもう、びしゃびしゃになるみたいな。うん、LINE わかんねえ。LINE は俺のプロフィールページに書いてあるよ。URL が書いてある。みんな登録してるよ。うん。うん、だから、千代子、あれだよ。俺のプロフィールページ見てごらん、ふわっちの。LINE の URL は書いてあるから。おはよう、ぬんぬき。おはようございます。童貞は言葉に敏感なんだと思う。言葉っていうかさ、もうさ、好きな子の初めて女の子の手を握ったことを覚えてるかい、みんな。覚えてないか、みんな童貞だもんな。わからないよ、あの、俺どうせ、俺、お前手握ったことねえから全然わかってんだけど、お前また話し込み書いちゃうぞ、つってんだろ、お前ら。ごめんな。お前らにはわかんないかもしんないけど、女の子の手を握ると、柔らかいんだよ、うん。小さいんだよ、すごく。なんか、いろいろ来るんだよ。うん。そう。ホットドッグ食いながら俺の話し込み書いてんだもんね。雑談した時に書かないとな、こいつ全然反省してないんだよ、つって。おばあさんから600万円を売って、お前書いちゃうから、本当にって言って。今、多分雑談たぬきがすごい荒れてるよ。うん、ホットドッグ食ってる奴らが、うん。ごめんね、童貞のみんな。うん、LINE 追加した。メッセージ送っといて、スタンプでもいいし。ふわっちから来た、千代子ですって書かないと、許可をしてないよ。LINE でスタンプ送って、うん、ホットドッグ食いながらむしゃむしゃしながらね、雑談たぬきに書いてるの。ミキだよ。え、スタンプ送ってって来てないよ。来てない、うん、スタンプ来てないよ。ピコンってなんで LINE 送って、うん、来てないけど、みんなさ、LINE 勝手に登録してるっぽく思ってるかもしんないけど、ふわっちから来た〇〇ですって一言も書いてない人には、俺、許可をしてないから俺と繋がってないかんね。あ、来た来た。ありがとう。うん。その喋り方よ。っていうか、お前、千代子、お前、昔のリスナーじゃねえかよ、お前。うん、久しぶりだな。お前、俺の昔のリスナーじゃねえかよ。俺と LINE 昔やってたじゃねえかよ。ミキじゃねえかよ。お前、俺と昔やりとりしてたじゃねえかよ。
捨て頃またあるなら今から練習しとけばまた強くなる。ね、12月に予選がある。12月に。12月に予選があるんだよ。あ、バレたか。バレてるよ。俺、記憶力めちゃめちゃいいから。アカウント復活おめでとう、タチュー。何が原因だったんだろうね。よかったじゃん。スタンプ送らないと分かんないかんね。みんな忘れないでね、スタンプ送るの。俺に通話かけても俺の電話鳴らないから、頑張るしかないね。さすらいびた若津おはよう。チョリースおはよう。さっきもおはようって言ってたよ、 2,3 時間前。予選は出れる基準あるんですかね。いや、やっぱ有名にならないと無理でしょ。だって便所さんからしたらさ、その無名配信者が10人ぐらい出ちゃって、強くて無名なやつ10人出てもさ、儲からないでしょ。自分がさ、プロデューサーの立場になってさ、無名のやつ10人ぐらい来ちゃったらどうすんの、こんなガッチムチの。お前ら地下格行けよって話になるでしょ。だからやっぱりその選考の時に多分書類審査があるんだと思うよ。要はコミュニティレベルどれくらいで、閲覧どれくらいで、同時閲覧で放送自分の見られて、でその中でまあこいつはまあ出してみようみたいな。いや配信頑張んな、捨て頃ワード2サブ、捨て頃またあるんや。あるでしょ、儲かってんだから。大成功してんだよ。だってあのツイキャス何年、10年、ツイキャス7年ぐらいの歴史の中で、同時閲覧3位だよ。で、1個はテレビの番宣だよ。これを除いたら2位なんだよ。ふわっち史上2位だよ。練習の時は、あ、誘って全然、あの、ツイッターにも書いたけど、あの、俺は達彦に協力するから、あの、配信者として。今まではリスナーとして扱ってたけど、これから配信者として付き合うから。いろんなものを学んでいけばいいよ。だからさ、達彦さ、あの、今多分達彦はもうリスナーの目線で配信者を見ないで、配信者として見るようになったでしょ。この前もさ、あの、実は金梅さんとタチュがいて、金梅さんとヒカルくんがワーワーやってる時に、ゆうゆうとどうでもいい話してたのよ。盛り上がってる時に、その時こうやってやったの、しカメラ向いてないよ。タツヒカ。あれは、その、ラーメンのランを見た時わかるはずの。ラーメンのランを動画を見た時に、あそこでタチュのどうでもいい話とか声が入ってたら、リスナー萎えちゃうんだよ。それはね、多分タチュヒカ敏感に感じたはずの。それを、あ、今喋っちゃダメなんだとか、あ、今こういうコメントしないといけないんだって、その発言とかね。そう、チャーハンの欄の時にゆうゆうなんか怒らないでよみたいなどうでもいい話してたから、そこじゃねえよと思って、そう。多分ね、そういうのを感じ取っていってだんだん分かってくるんだと思うよ。今誰に喋らせたら面白いのか、今誰をいじったら面白いのか、今自分がいじられてた方がいいのかとか、なんかね、その配信って素人芸じゃないっていうのをだんだん分かってくるんだよ、タチが。ドレさんもそれはうまいし、やっぱプロの配信者ってみんなそれをやってるんだよ。だからドレさんはそれを飲み込んでいったから、ドレさんはあそこまで伸びたんだと思ってるのね。そう、多分ね、あの爆走から学んだんだよ。爆走うめえから。昨日のアイコは何なんだ。アイコは毎日あんな感じだよ。店で食事してるとき、配信しなくても電話が鳴ると気になる。そう。もうそこまで行ったら配信病だよね。
あと、あの、会社出勤した時に、ワドツーって言ったら、あれ、病気だよね。俺言ったことあるよ。あ、ワドツーって。俺一番ひどい時にさ、フラフラで配信終わって、よし、シャワー浴びようって言った時に、釈迦にワドツーって言ったかんね。飼ってる鳥のペットに、釈迦、ワドツーって言ったかんね。あそこにいるペットね。もうその時は引いたよ、さすがに。俺ペットに向かってワドツーって言っちゃったんだもん。それくらいにならないとダメだよ。笑うっしょ。俺病気だわって思ったもん。うん。いや、会社でワドツーって言った時の恥ずかしさね。何ですかって言われたもんね。ワドツーって何？いやね、だん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 そのどっぷり配信者になっていくんだ。でもなんかそのいいぞ、こっちはこっちはいいぞ、ここから見える景色は面白いぞ。あとは立ち飛行がね、腹くくるかどうかだよ。パフェありがとう。立ち飛行が自分で配信者として生きていくのか、仮想配信者として生きていくのか、有名配信者になるのか、立ち飛行次第だから。立ち飛行は腹くくらない。要はね、失うものを怖がってたら何も手に入らないよ。離婚しないとダメですね。違う、離婚をあえてするんじゃなくて、もう怒った自分に降りかかった不幸を全部ネタに変えないとダメなの。例えばタチュが家に帰った時、彼女に怒られて包丁で刺されてたと。その時にカメラを回そうと思うか、奥さんをなだめないとって思うかの違いなのよ。奥さんがへらって壁に死ねって血で書いたと。その時に奥さんに謝らなきゃ、放送には絶対隠さなきゃって思うか、ニヤって笑ってネタができたって思うかはその人次第なんだよ。でも金梅さんも光くんも荒野もドレさんも壁に血で死ねって書かれてたら絶対カメラ回すはずなんだよ。で辰彦はその時にこれは映せないって言って一人でそれを吹くのか。例えばね、横山みどりさんがブチ切れた有名なエピソードがあるんだけど、若手配信者とみどりさんがとある汚い部屋の生主の家に行ったの。その時にお弁当、要はもう何週間も経過してるお弁当があったの。腐ってカビが生えてんのよ。それを若手配信者は片付けたの、配信外で。これ片さなきゃって言ってゴミ箱に入れたの。その瞬間みどりさんに怒鳴ったのよ。お前ふざけんなよっつって。で、なんで普通の人はなんで怒られたのか気づかないはずなの。なんで汚い配信者の部屋を片して開けたんだ、いいことしたわけだ。だからなんでみどりさんは切れたかっていうと、お前それ配信者のネタだったらどうするんだよって。その弁当を食うくだりだったらどうするんだよって。何人のネタ潰してんだって切れたの。これが配信者。要は腐った弁当はもしかしたら育てて腐らせて、画面にチラって映って、その弁当何って言った時にむしゃむしゃ食べるって笑いが取れるのよ。でしょ、汚なーでも笑い取れるのよ。それのネタ振りだったらどうすんだよっていう切れ方をする。要はもう面白いかどうかだけしか見てない。そういう最低な人種が配信者だよ。パフェありがとう。アイコは小月ですか。ふわっちで配信してる全員小月です。はい。とっつぁんいらっしゃい。サメちゃんもほんとカメラうまく映るんだよね。だからそういうなんか、なんだろう、そういうなんつうんだろう、要はダメ人間になれるかどうかなんだよな。どうしよう、残り6分だけど次枠行きます。まだ体力はあるんですけど、まだ雑談腹ペコですか皆さん。まだ雑談聞きたいか、もう今日これでいいやって感じなのか。
どうですか皆さん、腹ペコですか、延長ですか、これ次枠いきます。食事に行きます、いってら。特命さん、おはよう。昨日神会だったんだって。もうどうなんだろう、わかんない、誰から聞いたの、昨日神会だったって。ギター聞きたい、かそるよかそるよ、うん、同時閲覧300近くあるね。ドレさんが終わったからだろうね多分ね、うん、まあ、まあまあありがたいっすね。まあ、あんまり閲覧少なくても多くても同じトークやってるから、あんまり変わんないよ、自分の中で。ああ、じゃあやるか。あれ、神回だとは思わないけどな、俺。浅井さんのカラオケはすげえ面白かったけど。浅井さんのカラオケはやっぱすげえなって思ったけど。あんだけ揉めてたのに止まるからね。ピタッと止まってなんか和むからね。浅井さんすげえよ、やっぱ。喧嘩をするよりも面白いコンテンツをぶっ込めるの、やばいよね、うん、じゃあそろそろ終わりにしますか、この枠は、この枠は、はい、皆さんありがとうございました。この枠を終わりにしたいと思います。次枠見てくれる人はぜひフォローしてください、ありがとうございます。4時間完走ですね。トータル閲覧が、3673名、同時閲覧が300近くまで行きました。花火3発、パフェ1発、ハート11発、バーガー64発、風船120発です。アイテムありがとうございます。それでは、次枠行きましょう。皆さんアイテムとコメントと閲覧ありがとうございました。次枠行きます。オツです。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんねん、もう。